皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます。淵上咲です。もうさ、はい、この何日かさ、うん、眠いし、はい、何にもやる気が起きないんだけど、俺だけ？いや、私もめちゃくちゃ寝てます。やっぱそうだよね。はい、なんでだろう。もう好きあらば眠たいし、はい、なんなら今も眠たいし、でなんなら今もあんまりやる気が出てない。いや、それは困る。私はやる気出てますよ。ああ、そう、はい、全然何にもしたくないの。もうご飯も食べたくないし、はい、でもただ風呂に入るのめんどくさいし、う寝たいだけ。もうずっと起きてから眠いの。あ、そうですか。もう育ち盛りの子供みたいですね。俺だけなのかな。いや、でも私も分かります。一回休みの日が先週あったんですけど、一日家でいて、はい、朝8時ぐらいに起きて、でお昼寝しようと思って12時から3時まで寝て、で普通に夜寝られないかなと思ったら10時に寝るっていう、ずっと寝てる日があります。そうだよね。俺も昼寝とかして、はい、あれちょっと 2,3 時間寝たから夜眠れないかもと思ったけど、いや10時ぐらいから眠いってと思って、でそっから我慢して起きてると、うん、ああ眠くなくなったとは思うけど、寝ようと思ったら多分瞬時に眠られるよね。はい、わかります。だって淵上さんあれなんでしょ、だってあの友達と約束したのに、え、寝坊して集合時間の 5,6 分前に目が覚めたでしょ。そうなんですよ。ショコラジーでお話しさせていただきましたが、ね、そうなんですよ。ちょっと夕方、うん、お昼寝しようと思って、それこそ3時から5時まで寝ようと思ったら、お昼のね、そうです、はいはい、夕方6時半に目が覚めて、うんうん、で集合時間が6時半だったので、はい、めちゃくちゃ焦るっていう出来事がありました。いやでもさ、なるよね。俺さ、うん、で淵上が目覚ましをかけ間違ってたんだっていう、まあはい、オチだったじゃん。そうです、ね、夜の5時にかけたつもりだったのが、うん、朝の5時に目覚ましをかけてたんです、はいはい、いうのがオチだったじゃん、うん、俺絶対自分で消したんだと思ってたんだよ。目覚ましを、目覚ましをなったけど、全然知らないうちに止めてますみたいな、はいはい、ことなんだろうなと思って、あ、そうか、そうじゃなかったんだと思って、はい、俺も自分で目覚ましかけても記憶ないもんね、消したのがね。怖っ、どうするんですか。いや、多分ほとんどの方がそうなんじゃないの、きっと。はあ、私結構朝とか起きる瞬間得意な方なんですよ。なんで目覚ましが鳴りさえすれば、うん、まあまあ起きられるんですよ。いやー、いいねー、そういうタイプなんですよ。だからでも目覚まし鳴っても起きられない人っているじゃないですか、よく。そうそう、いや怖っ、人生が。うちの父敬語は横山家の長男だったのね、はい、7人兄弟か8人兄弟だったのよ、はい、で秀夫と品江の息子なんだけど、長男でね、で秀夫はお百姓さんなのよ、はい、農家なのよ、うん、だから本当はお百姓さん継がなきゃいけなかったの。ほうほう、だけど朝起きれないって言って不動産屋始めたの。あ、そうなんですか。そうで、次男の秀富洋ちゃんっていうのが継いだの、はい、うん、で親父になんでそのお百姓さん継がなかったのって言って、はい、じいちゃんうるさかったでしょって言って、うん、うん、厳しかったからさ、はい、だから、いや朝起きれなかったんだよねって言ったから遺伝だって言って。DNA なんですかそれって。だから俺が朝弱いのは親父のせいなの。あ、なるほど。だから横山家の血、人のせいにしない。まあでも確かに淵上家は母も父もしっかり朝起きます、うん、いやそういうのあるよね、絶対ね。 あるのかもしれないですね。だって遅かったよ横山家は。あ、そうですか。指導みたいなのが、だから土曜とか日曜とかみたいな、はい、こう休みですよ、まあ、この間も3連休だったじゃない、うん、ああいう時とかに午前中はほぼ動いてないもんね。でなんかお昼ご飯食べてからさ、どっか行くみたいな、はあ、あんな家だったよ。ああ、違いますね、うん、家によって。うち本当に休みの日も、うん、もうお母さんお父さんが一番に起きるから、うん、朝5時ぐらいにゴソゴソしてるんですよ。でそんな部屋も分かれてるわけじゃないから本当うるさくって、うん、無理やりにでも起こされてたっていう、全然違う ね。だからそういうとこで生まれた子っていうのと、オレンジみたいな生まれた子っていうのが、うん、もう全然その生活の行動リズムの認識が違うだろうね。ですね、でほら3連休だったじゃん、はい、でそのずーっと3連休さ、うん、この1ヶ月ぐらい台風が来たりとか、うん、雨が降ったりとかして何にもできなかったりとかしたじゃん、はい、で今回の3連休まあまあ穏やかだったじゃん。そうですね。だからどっか行こうかってなった時に、その朝早くから出たい、うんうん、旦那さんとか、
はい、奥さんとか、うん、みたいなのがいる一方、昼ぐらいからでいいんじゃないと思ってる旦那さんや奥さんがいるみたいな。そうですね。そのカップルとかが絶対、うん、何しようもって片方が絶対思ってる。はいはい。ですね。うん、まあでも一因はこれにもあるのかなと思うんですけど。ほうほうほう、ラジオネーム緑のトラック野郎ちゃんさんからは。はい。一気に寒くなりましたね。なったね、なったね。これじゃないでしょうか原因。うんうんうん、我が家はとうとう石油ファンヒーターを押し入れから出しました。はい。灯油を買いに行ってファンヒーターをつけると石油独特の匂いがして、あー寒い季節が始まるなーと、嬉しいような寂しいような気持ちになりましたよ。するね。一番最初ピッて電源入れたら、はい、チッ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 ポッって言った瞬間にあの灯油独特のファーって香りが、はい、あー冬になるかと思うよ ね、 ね、そうですね、わかります。うんうん、あとみっちゃんさんからも、はい、寒くなりましたね、着るものも半袖から長袖に、上着も薄いものから厚手のものになってきています。はい、布団から足が出ると引っ込めてしまいます。うんうん、ちょっと早いかとは思いましたが、衣替えのついでに電気ストーブを出しました。はい、扇風機はまだ使うことがありそうなので出したままです。うん、狭い部屋をストーブと扇風機が占領しています。寒くなると肩の痛みもひどくなり、朝がとってもきついです。あーそうだね、うん、俺も今シーズン初めて厚手の服を着てきましたよ。そうですね、ジャンパーをね、はい、今日はそうだね羽織ってこられました。あの小泉進次郎と色違いのスカジャンっていうのを着てきましたよ。あ、そうなんですか。結構鮮やかでね、うん、そうだね、もう青が光ってる感じ、真っ青みたいな色の厚手の服を着てきましたよ、ついに。確かに、いや今朝横山さんが、うん、あの入ってこられた時にそれを見て、はい、冬がやってくるもういろんなとこ随所で感じますよね最近ね。そうだね、本当に。いやでもさ、俺昨日ね、甥っ子の結婚式だったのよ。はい、で高校1年生の時から付き合い始めて10年付き合って結婚したのね。すごいよね。わお、高校の同級生だよ1年生だよ。はい、と、あ、生涯連れそうのかと思って、もうなんかツインになってんだろうなと。もうそうですね、もういて当たり前みたいな、そう、異心伝心みたい存在なんだ、状況なんだろうなとかって思ってて、自分にはそういう感覚がないからさ、はい、すごいドキドキしたのね。うん、あ、世の中にはそんな人種の人がいるんだと。いや、そうですよね。だってほぼ初恋のはずじゃない。初恋ですよ。チューするとかさ、エッチするとかみたいなことも含めて、うん、多分そうのはずじゃない。うん。だからそれを貫いて、いや、すごい。で、途中ね、2年だか3年だか就職したから遠距離恋愛があったんだって。え？で、その時のことを思うとって言ったら、もう歓喜を待って泣き始めたのね。だからもう、ああ、もう対になってんだと。そうですね、この二人はと思って。うわ、そう、喜怒哀楽みたいなものを共有してんだなとかって思って、うん、俺55、はい、で向こうは26かな。そうですね、10年だから、うん、はい、なんか尊敬した、うん、全然年下なのに、いや、こんな人がいんのかとかって思って、むちゃくちゃ尊敬したんだけど、はい、その結婚式呼ばれるじゃん、うん、だから、どのサイズその暑いと想定する、うん、寒いと想定、だからまだ夏服っぽくていいのか、はい、もう秋冬に行った方がいいのか、うん、なんなら夏の最後でこれでクリーニング出すっていうさ。いや、そうですよね、ここで秋冬を下ろしたくないみたいな。はい、わかります。ちょっとあのビニールを開けるとまたこれシーズン終わったら出さないといけないのか、うん、クリーニングって思っちゃいますもんね。そうなのよ、うん、そうするとほら、秋のものと夏のものがどんどんかぶっていって、かぶっていって、はい、うん、部屋がごっちゃごちゃになるじゃん。はい、なります。夏服を処理してからの秋冬を出したいじゃん、なるべくならば。はい、で、うん、あ、でももうやっぱ秋冬かと思って、はい、ファッションはワンシーズン先、ワンシーズン先みたいな感じでいかなきゃいけないからなと思って、うんうん、でちょっと厚手のジャケットというか、はい、まあ礼服みたいな、ええ、ものを着たのね、はい、でちょっと結婚式っぽくしようと思って、ベストも、うん、着ようと思って、で、はい、それこそ袋からパサパサって出して、で、あ、これかと思って、であえてちょっと派手めの、うん、ちょっとチャラ系のやつを選ぼうと思って、はい、で選んで、で着て、でその上着はさ、テントに持ってて、はいはい、で結婚式場入っていって、うん、だから姪っ子がいたの、はい、姪っ子がおいちゃんおいちゃんっつって、うん、何言ったら、
タグがついてるって言われて、いや俺そういう人間じゃないんだけどなとか。確かに珍しい、うん、あそうですか。俺そういうの一番気にするタイプなのに、おいちゃんおいちゃんベストの背中のとこタグがついてる、ごめん外して外してっつって、よいしょっつって、でもまあクリーニング出してんだな、うん、おいちゃんはって生まれたんだろうな、まあ、そうですね、お金持ちだな前のシーズンからそのままにはしてなかったんだなって、しっかりしてんなと思われますでしょうねそう、でもあんなんさ、でもそのやる気が出ないとか、うん、眠たいとかいうことにつながるのよ。いやそうですよね、この季節の変わり目、うん、ほんとちょっと不安定になりますよね。なる。いやでも私も服装がほんと難しいなと思ってて、はい、なんか今日も七分丈、そうだね、なんでこれ1枚でちょっと歩いてきたんですけど、これでいいかなと思いきやちょっと寒かったんですよ。だから迷うなっていう話をしてたら、うん、あの知り合いの人が、いや本年の夏は長かったと、だから今だったら本当はもうちょっと寒いはずなんだと、うん、だからもうちょっと本当だったら秋服を着てるんだよ、もう七分袖じゃなくて長袖の方着てるんだ、そうです、はい、だからこそもう着込んでもいいんだ、切り替えないとっていうふうに言われてえどっちみたいな、でも気分はまだ中途半端なアドバイスだよってこの夏は長かったからまだ七分丈を着ているけれど、うん、本来ならもう秋なんだ長袖をバンバン着てる時期だからもう切り替えていいんだよって言われて、うん、いやでも気分はまだ夏からちょっと秋に移行してるみたいな感じじゃないですか、はいはい、でも実はもう秋から冬に向かっててみたいな、うん、どっちみたいな、そういうことね、はい、俺たちはまだその秋のスタート、はい、だと思ってるけど、思ってるけど本当は秋から冬に入るスタートぐらいにいるんじゃないかと友達のアドバイス、昨日東京のテレビのニュースの人たちが最後のなんか挨拶みたいなので、はい、今日はニットを着てきたけど失敗でしたっつって、はい、まだ暑かったですみたいなことを言ってたから、はい、まあ、みんな悩んでるかな、からほんと悩ましいですねみんな悩んでますねっていうことで言うと、25年ぶりの家からね、はい、渕上さん遅くなりました、28歳の誕生日、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、ということで、まあ、先週のことだったからね、はい、みんないつ誕生日のお祝いを先週した方が良かったのか終わった今週した方が良かったのかと、いやありがとうございます、うんうん、でも先週ですね、はい、あの御前様様でも祝っていただきまして、うん、はい、でケーキもいただきまして、はいはい、で次の日年山真美さんがね、あの代役を務められたんですが、はいはい、その時にも横山さんから言っていただき、うん、しっかりとお話を聞かせていただきました、はい、で私10月の5日、はい、誕生日当日はですね免許の更新に行ってまして、なるほどね、そうなんですよ、はあ、で免許の更新のバスに揺られながら、うん、70周年の特番を聞くっていう、ほんと一人でちょっと自己反省みたいな、あ参加できなかったけどちょっと聞かなきゃな先輩たちのやつをなみたいな、そうです、で面白いなすごいなって思いながら聞かせていただいて、うん、でなんか外の世界から遮断されるっていう一日をちゃんと免許センターに、はい、オーサムからもらったケーキとか持ってった、あ皆さん私ちょっと誕生日なんですけど皆さんどうぞ皆さんどうぞとか、あやればよかった自分で全部、まあ、ただ免許センター来てるのはほとんど誕生日が近い人なんだけど、そうですねまあでも当日に行くってなかなかいないんじゃないかなと思ってちょっと寂しいなって思ってたんですけど、うんうん、夕方横山さんからちょっと一件の LINE が届きましたある動画がトラベルしたのそうですバカ動画ね、渕上さん、はい、おめでとうということであの撮ってくださった動画がこれ今 YouTube にも上がってるんですよね、そう元町演芸場に上がってますけどはい、これが送られてきて、はい、すっごい明るい気持ちになりましたありがとうございます、いやでもリスナーの方々も、はい、28歳おめでとうございます、27歳にバイバイサンキューそろばんサンキューの渕上さん、はい、28歳も健康に気をつけて元気に頑張ってください、一人で悩みすぎずしんどい時には横山さんや周りの方にレスキュー、はい、をしてくださいね、はい、そうね、いただきます、うんうん、あと秀才仲間、はい、からも、この間の週末 YouTube 元町演芸場で横山さんの福岡時代の友人トラベル石田さんが先週渕上さんの誕生日を迎えた日の記念のバースデーソングを歌っている動画が上がっていましたね、うん、はい、ありがとうございます、今回も
バースデーソングに元気をもらい次回もどんなものなのか楽しみにしたいと思います。淵上さんおめでとうございます。ありがとうございます、うん、本当によく笑わせていただきました。淵上、はい、に向けて歌われたものなのに絶対淵上って言わないんだよね。そうなんですよ、うん、あの私も送られてきて、あ、これ私にかなって思って動画見たんですけど、はい、あの最初から最後まで見ても、はい、結構幅広い、うんうん、あの人ね小汚い人なので他の人にも使ってもらえるんじゃないかっていう多分ちょっとした広い心があるんだ、はい、私に向けられたものではないのかな、最後までわからなかった広い人に向けての誕生日ソングだった。淵上さんにどうぞって来てんだよ。あ、そうなんですね。来てんのに、うん、別に淵上って言わないじゃん、はい、だから広くみんなにあれが届けばいいっていう、ね、バカな心があるんだろうねしかも淵上さんって言わないどころか誰かのとかあなたとかエコワードが出てきてこれ多分幅広く使おうとしてるなみたいな。そうだよね、幅すごい狭いのにいやまあでも嬉しかったです、とってもあれでなんか外の世界とつながれたというかまあでもリスナーさんたちからもいろんなメッセージをいただいたり、はいはい、インスタグラムとかでメッセージいただいて、はいはい、お祝いの言葉をいただきまして、うん、結構なんか多いなって思ったのが、はい、心配の声がすごく多くって、まあ、28に入りましたからね。そうですね、うんうん、なのでなんか辛いこともあると思いますがとかなんか普段元気にされてる分陰ではしんどい思いとか悲しいこともあると思いますがみたいなメッセージが多くって、だから淵上に何らかの闇をみんな感じてるんだろうねそんな闇感じるかなって思うぐらい結構その部類のメッセージを言ってたよ。でも俺の最近知り合いになった NHK のアナウンサー、はい、広島放送局の人間が、うん、はい、淵上さんってオンエアの時無理してますよねってちょっと一回飲み会を設定して僕が説教しますからって言って、本当っつって、はい、最近もう淵上さん俺の説教を聞かないんだよっつってだから他のやつが言わないとさって話をしたのね、はい、だからいやオンエアの淵上さんはね痛いですっつって、うそ、ちょっと待って多分この季節だったら広く広島県人の方が寒いっすって、はい、より寒くしちゃってますか。うん、あでも私なりには今本当にアナウンサー人生一番ぐらい波乗ってる時期なんですけどただ淵上は間違いなく今うちのアナウンス部で仕事量が一番多いはず。あでもいろんな種類の仕事は本当にさせてもらってます。で結構外に出ることも多くって、うんうん、昨日も宮島の中継に行って見てました、見てました。あの後ろから来る人が淵上のギリギリ通るみたいな、いや怖いよしたって思って、ちょっとスタッフちゃんとしないと怖いよ生中継なのにと思ってそうでしたね。なんか本当後ろから刺されるんじゃないかとあみたいな行動なのね、ちょっとね、なんか急角度に曲がってくるみたいな感じでしたよね、うんうんうん、とか、はい、なんかこう灯籠のところ淵上行こうとしたらそっちから人が回ってきたりとかさ、はい、いや怖いよちょっと生中継さつって、ちゃんとしてとかって RCC さんドキドキしちゃうと思って後から見て気づきました、うんうん、まあ、でも本当にそういう気づかないよねやってる本人はね。あ全然気づかなかったです、うん、もう見てる方はおいおいなんか無表情の人が後ろからおい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 よかったただの都合ねとかって、はい、そう後から言われて、うん、なんか映ろうとしてたんかねみたいな感じで言われたんですけど、うん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 、いや昔だったら映ろうとしてただけで済むけど、うん、最近そうじゃない場合があるからね。まあ、そうですね、うん、何があるかわからないですからね。いやほんと怖い、うん、いやでもまあ、まあ、なんだったらね淵上さん何かあればよかったんだいやいやいや何を言いますかこら平和が一番ですよまあでも平和にねいろんなとこ行かしてもらって仕事できてるんですごい楽しい、まあ、いやほんと淵上が一番仕事量、はい、で言うとその多いはずだから、はい、それはもう今が花ですよ。そうですね、うんうん、もう波に乗ってる、まあ、どのくらいからその花が散るか、あーやめて怖い、花がこぼれるかみたいな、乗車必須ですね怖い。もうこの言葉ね本当に世に本当に溢れてますから、今ならないようにその言葉を発するところは自分が今頂点にいる。いやいやそんなことは思ってないですよ、設定になってるから、そんなことは思ってないです。しかしね、はい、まあ、そんなノリノリの淵上さんとともに、はい、今日はみんなやる気を出して、はい、私も頑張りますんで、ええ、元気を出して今日も一日過ごそうと思う。御前様様、今日は10月の11日火曜日、今日のメニューです。10時20分頃からはレギュラーコーナー御前様様商品開発部、リスナーの皆さんにゴーストライターになっていただいて名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうというネタコーナー、名曲ゴーストライターです。ということで今日
皆さんに歌詞を考えていただく楽曲はこの曲。ということで、もうこれ歌詞消さずにちょっと一回聞かせてよって本当にサビまで聞かせてくれって思って走る走るまで行ってよと思うよね。走りたいですよねということで1988年のヒット曲爆風スランプのランナーです。この歌詞が隠された部分、本当はもう戻れはしないだろうと言ったねなんですが、この部分に面白い歌詞を入れ込んでください。ということで今日も午前様様の優秀なディレクター陣が考えました1988年のヒット曲爆風スランプランナーの替え歌、例文。例えば、雨を避けたのかあるで君は少しうつむいて、まあまあ、みんなはね傘を持ってないだろうけど、僕は折りたたみ傘を持ってきているから先に帰るね。嫌なやつだ。いやでも言ったよな、一人ぐらいちょっと傘をねみんな持ってきてないのに持ってきてる子、うん、いたね、いましたね、うん、あでもいつも俺だと美香さん持ってるやついたよね。あいましたいました、いつも、はい、まあでもこの時って雨が降って帰れない状況をみんなで楽しむみたいな時間もあったりしたんで、うんうんうん、それはそれで楽しかったですけど ね大人になってから靴が濡れるってことはこんな嫌なことなんだっていうのを実感したよね、はい、子供の時何とも思ってなかったよね。ってなんかむしろ濡れようみたいな感じでした。そうそう、もうぐっちゃぐちゃしてるのとか思ってたけどこんなめんどくさいかなと思ったよね、うん、例文もう一つ。雨を避けたのかあるで君は少しうつむいて、あいたた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 た、ドラマの最終回録画してくるの忘れた。今もでも TVer が確かに見逃し配信ありますからねまあいっかーって最近さああいうことないんだよね、うん、何がですか。あ忘れたみたいなことああが後からどうにでもなったりするんだよ。いやそうですね、うん、携帯さえあればとにかく何でもそうなのよみたいな感じですよ、ね、この間さ誘拐報道っていうさ、はい、証券が出てる映画を見たの、はい、たら家にさ犯人から、あ息子がさ誘拐されてさ、うんうん、お金持ちの人が、はい、で犯人証券なんだけど、うん、でずっとさなんかこう身の代金の要求を家にするのよ、はい、だ警察が来て伊藤四郎さんなんだけど警察が来て逆探知とかするのよ、はい、で警察呼ぶなよ警察呼ぶなよって言うけどやっぱ警察張ってんだよ、うん、でそれがチラッと見えたりとかしてもう身の代金がもらえないとかでもうどん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 こう犯人が追い詰められていくみたいな、はい、で子供誘拐してからさもう子供の怪し方が分かんないのよ、うん、あそっかちっちゃいもう子供に手を焼いてんだよっつって早く絡まってこいよとかって言うんだけどさ、はい、あれ携帯電話だったら全然面白くないんだよなこのドラマと思って家に警察がいて、うん、わかんないに電話来たぞとかって逆立ちとかってバッてってもしもし一分以内とかってもしもしとかって伸ばして伸ばして伸ばしてどこ今どこに息子息子声消してくださいとかどこにいるんですかとかってすごい焦るけどあれ携帯だとあんなことないんだよなと思ってGPS とかね、そうだからドラマとか作りにくいんだよ。ああ録画し忘れて帰んなきゃとかって言ったら、いや、はい、TVer があるじゃんとかさ。確かにな、うん、恋愛のムズムズ感とかもまた違うところで作らないといけないですもんね。ちょっと今日あれなんなんかなんか犬にいる家にいるねワンちゃんに餌をやらなきゃいけないからもう今日帰んなきゃいけないんだとかって言われたら、え見せてよって言われたら家の中のさ映像って言われたら、はあ、ああいやワンちゃんじゃなくて本当はおじさんがいるんだけど、怖い。いや嘘つけないですよ。何にもつけないの本当にこの時代ね。大変だよね大変ですよねということでどんなネタが届いているのかお楽しみに、はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議、今週は俺たちメガネ族をテーマにお送りしています。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前では行きましょう。朝の運試し、午前様クイズ。このコーナーは、今日も美味しく、丸宮食品の提供でお送りします。9
クイズの正解者の中から抽選で3人の方に、丸宮食品から、のりたま、釜飯の素、麻婆豆腐の素をはじめとした商品7点詰め合わせをプレゼントします。応募の際には、クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。では、今週の午前様会議のテーマ、俺たち、メガネ族にちなんで、今日は、淵上咲き問題です。はい。メガネ族ということなんですが、はい、私普段コンタクトしてるんで、家に帰ったらメガネをかけてるんですね。どのメガネ？縁が別光で、うん、で、結構大きめのメガネをしてます。竹村健一さん的な感じですよね。うん、ですかね、うん。ごめんなさい、ちょっとあの、想像が。内髪じゃーみたいな。竹村健一です。俺のこれが合ってくるのか分かんないけど。竹原健一的な、あ、そんな感じの流れだと思います、うん、はい、をしてるんですけど、やっぱりうちがみじゃこれが合ってるかどうか分かんないです、ね、ちゃんと後で見ときます動画も含め、はい、竹原健一ですで、このメガネをやっぱりよくなくします、うん、はい、でもいろんなやっぱもう洗濯物の中からとか、うん、出てきたりするんですけど、はい、メガネをなくした時に、うん、いつも、思うことがあるんです。一体私は何を思うんでしょうか。もう何十個も買っとこうと思ってます。あー、2つ3つくらい欲しいな。1個だけなんですか。1個だけなんですよ。へー、もうどんだけっていうぐらいはないってことだ、ね、ないそんぐらい欲しい。1個じゃ1個なんだ。1個ですどんだけっていうぐらい欲しいです。幻っていうぐらい、家にあればいいのね、メガネが、ね、そうですよね、うん、一回あのちょっと別光の細長のメガネが、うー、違う竹村健一ですみたいな別光のメガネが割れて新しく買ったんですよ、うん、でまた別光買った。別光また買った。別光からの別光。ちょっと大きくして、うん、あの今似合わないんですよ自分に。だから新しく買いたい。どんどんだから竹村健一みたいな感じだと思います。寄せてきてんだよねそうです、そうです、もうそうですそうね、はい、探すときにうん、いつも思うことがあるんですけど、はい、結構度が強いの？コンタクト外したら 0.1 ないんですよ、はい、0.0 何歩なんで、うん、結構その横山さんと今1メートルぐらい離れてますけど、はい、もう全然顔見えないぐらい。だから30センチぐらいに近寄ってもらわないと、うん、顔がはっきり見えないぐらい目が悪いです。へー、じゃあメガネしてないと、うん、あとコンタクトしてないと、はい、恋愛もできないってことよね。できないですね。顔わからないし、あとテレビとかも夜見られないんで、わ、うん、からない、何が起こってるのか。俺なんかもう老眼だからさ、はい、その近くのものが見えないのね、うん、だからおっぱいを触るときにおっぱいに近寄るけど離れて見る近寄って触って離れて見るっていうこともすごい繰り返さなきゃいけない。あ、そうですか。遠くで見て近づく、遠くで見て近づくってことをしないとおっぱいが見られないんですよ、もうね。あ、そうですか、うん、余計に体力使いますねさあ、大変だそれは。淵上咲ですけれども、はい、家では別光のメガネをしています。そうです、はい、で、そのメガネをよくなくします、うん、で、それを探すときにいつも思うことがあります、はい、一体何でしょうかというのが問題です。おい、ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net、 小文字で gozen@rcc.net。 応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ。このコーナーは今日も美味しく丸宮食品の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第二スタジオから、私の日常に起こった事件を描く火曜の朝のミニドラマ、火曜サキペンス劇場。さあ、今週淵上咲の身に一体どんな出来事が起こったんでしょうか。それはある夜の出来事でした。よし、そろそろ寝ようかな。でも今夜は寒いから暖かくして寝なきゃな。よし、
押し入れにしまってる毛布を出そう。そうそう、これを手のひらの上でさいの目切りにして味噌汁に入れて、あったまるなって。おい、それは毛布やなくて豆腐やろ。あったまり方がちゃうわ。おもんないこと言うてたら逆に寒くなるやないかい。今日もボケてます。ということで毛布で寝ようとしたら、何があった？くしゃみが出る。今週の事件を紹介しよう、はい、ある夜の淵上岬、はい、寒いので押し入れから毛布を出して寝ようとしたら、おったまけんついし脳みそうです。脳さん、今週金曜日14日タイタンシネマライブがあります。はい、横山も行きますので、うん、ぜひ皆さんも東方シネマズ緑にお越しください。はい、おったまけんついし毛布を干していないからほこりっぽくってくしゃみが出るっす、とほほ、はい、布団や毛布を干した後に太陽の匂いがするって言うけど、本当に太陽の匂いを嗅ごうと思ったら匂いを嗅ぐ前に燃えちゃうと思う。哲学的、哲学的。太田さん、太田さん、今週もサンジャポからの日曜サンデー聞きました。はい、よく耐えていらっしゃいますそして芸人ジンゴ2、はい、読み進めています、うんうん、とても面白く見ています、はい、皆さんもぜひお買い求めください。お願いします。毛布からホコリが出ちゃったけど、今日は叩いてもホコリが出ない完璧なトークを目指して頑張りまっする事件、はい、ということ、そうだね、寝るよね、出ます、ね、寝る寝る、なんか、うん、久々に暖房つけた瞬間に、うんうん、わくさっていうのとくしゃみ10連発が出るときくしゃみなんかそうですよね、10連発が出るときあるよね。寝るときも気持ちよくないですよ ね、なんかわかんないけど、まあ淵上さんのトークで皆さん気持ちよくなってくださいね。なれるかな。今日もお昼11時40分まで生放送。天気予報、このコーナーは鈴木自販広島の提供でお送りします。さて、広島市中区元町上空ですけど、青空も見えてますが、まあまあ厚めの雲に上空を覆われてますという朝ですけど、はい、今日この後どんなお天気になるんでしょうか、聞いてみましょう。音明さん、はい、おはようございます。おはようございま す。今日はどんなお天気になりますか。今日はだんだんと、まあ、ゆっくりですが晴れ間が出てきそうです。もう西から高気圧が進んでくるため天気は回復傾向で、まだ県内各地で多く雲が多くなってるんですけれども、はい、午後は南部から晴れてくるでしょう。北部も夕方頃からは晴れてくる見込みです。はい、ただですね、日差しが戻ってきてもひんやりとした空気の流れ込みが続くんです。今日のポイントは何といっても気温で、うんうん、日中の最高気温が20度前後ぐらいにとどまりそうです。昨日より少しだけ低いところもあるくらいで風がひんやりとします。はい、重ね着などして過ごしてください。はい、はい、さらにですね、夜になってくるとまた朝よりも冷えてきそうですから、ちょっとさらにね、上着など持っていくなどして気をつけるようにしてください。はい、はい、明日、明後日にかけてはカラッとした晴れの天気で穏やかになりそうです。うん、日差しがまあしっかり出るとですね、今度はまた明日、明後日にかけては25度をこうちょっと超えるくらいの汗ばむようなところが出てきそうなんです。うんうん、はい、ただ、放射冷却が効きますので朝の冷え込みが強くなりまして、明日の朝の最低気温沿岸部でも15度以下、北部では1桁、そして山沿いでは5度近くまで下がってくるところ出てきそうで、1日の寒暖差とっても大きくなりそうなので要注意で過ごしていきましょう。はい、はい、ってことは今日からしばらくの間雨自体の心配はないってことですよね。
そうですね、大きな崩れはなさそうです。次の大きな崩れというと週明けの月曜日ぐらいを考えています。はい、はい、わかりました。じゃあね、ちょっと衣替えっていう方もいらっしゃるでしょうから、うん、そうですね、はい、夏服などをしっかりと洗濯していただければと思います。はい、今何か目立った警報や注意報は、はい、南部の沿岸部に高潮注意報と、あと南部にですね、乾燥注意報が出ています。この先今週は乾燥した空気続きますから、火の元、火の取り扱いには気をつけてください。はい、わかりました。テシさんは最近心は潤ってますか？うん、ちょっと乾燥気味ですね。なんで気になる、深掘りしたい。岸さんが潤ってるとこ知らないんだ。今日もありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は岸さんでした。お便り様様、このコーナーは日本行動の提供でお送りします。ケスノビッチの母さんから、はい、横山さん、眠いのは今までの忙しさの反動から来てるのではないでしょうか、うん、体が少し休ませてと言ってるんだと思いますよ、はい、そして目覚まし問題ですが、うん、私は目覚ましを使いません。台所で炊飯器のスイッチが切れる音で起き上がるタイミングです。わー、これだけで起きられる、すごいですね。へえ、いや俺でもね、はい、俺の眠たいは絶対そんなことじゃないと思う。多分広く広島県中の人は眠い気がする。違うのかな。そういう時期だと思うんですけどね、私も寒くなってきて。誰かがみんなに催眠術とかないかって思うくらい眠い。そうですね、俺だけじゃないと思うんだけどな。わかる。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週は江田島市立鹿野川小学校の皆さんが登場。今日は3年生、城山愛菜さんの作文。タイトルは私はケーキ屋さんになりたい。私はケーキ屋さんになりたい。鹿野川小学校3年、城山愛菜。私は将来ケーキ屋さんになりたいです。理由はいろいろな人に自分の作ったケーキを食べてもらえるからです。いろいろな人が美味しいと言ってくれると元気をもらえると思います。私は今までにないケーキを作りたいです。オリジナルのケーキを食べてもらえると嬉しいです。私がオリジナルで一番作りたいケーキは猫のチーズケーキです。それは子供でも大人でも猫好きにはたまらないものだからです。子供も大人も可愛いね、美味しいねと言ってくれたら嬉しいです。またお父さんやお母さんやお兄ちゃんの誕生日ケーキを作って食べてもらって美味しいと言ってもらいたいです。アイナさんの猫のチーズケーキが食べたいなって思います。猫が入ってるんですかね。違う違う、猫の形とかですよね。毛だらけだったりとかするんですかね。いやいや、食べにくい食べにくい。いやでもそうですね、今からもう想像膨らませて、うんうんうん、レシピとかね、メニュー考えてるってすごいですね。いや、あのさ、はい、なりたいものがよく分かんないっていう大人が多い中、はい、小学校3年生でもうケーキ屋さんになりたいってこう具体例が出せるってすごいよね。そうですね、誰に食べてほしい、うん、お父さんお母さんお兄ちゃんの誕生日ケーキも作りたいってね、うん、でこんなケーキも焼いてみたいとかさ、はい、作ってみたいとか思うわけじゃない、うん、すごいよね。すごいですね、うん、目指してね、これからもいろんなケーキちょっと考えてほしいですよね。そうだね、次は犬のケーキ犬のケーキ悲しい。次は七色に変わるカメレオンのケーキとか、もういろんなの考えてもらいたいよね。はい、今週は江田島市立鹿野川小学校の皆さん、今日は3年生の城山愛菜さん、私はケーキ屋さんになりたい、お送りしました。明日は6年生の福島心さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議。このコーナーはリサイクルの本田春草商店の提供でお送りします。さあ今週は俺たちメガネ族でお送りしています。はいはい、ラジオネームねにもつタイプさんは、うん、私はトラックを運転するときにサングラスをします。
デザイン重視で買ったんですが、長時間つけているとなぜかこめかみに痛みがします、うん、どうやら顔の横幅のサイズが合っていなかったようです、はい、今はデザインも気にせずワイド幅のサングラスを愛用しています。うん、まあ、簡単に言うと安物を買ったってことちゃんとしたメガネ屋さんでサングラスも作った方がいいですよってことです、はい、ああそうですね、うん、もう痛くなったらずっと気になりますもんね。なる、つけてられないぐらいね。あとちょっと喋ったらすごいずれる、あるある大村コンですかってぐらいちょっとずれるのがあったりするじゃないですよね。とやっぱサングラスといえども、ちゃんとメガネ屋さんで買うんだよってことですよね。思います。ラジオネームぷくぷくママさんからは、はい、もうそろそろいいかなと思い、我が家の夕飯に鍋物が出動し始めました、うんうんうん、主婦にとっては鍋は甘えたくなる存在です、はい、まずはおでんを作りましたよ、うん、そしていつかはあの北斗味噌を手に入れて憧れの北斗鍋を食べてみたいです。そうですね、我が母清のふるさと、はい、北村高郡高崎町の北斗鍋ですけども、はい、米子おばちゃんが作ってますけど、もう聞きましたね、この時期。小一おじちゃんも米子おばちゃんも、もうだいぶ高齢、80代半ばぐらいになってるので、はい、もう北斗味噌が作れないかもしれないですよ。あ、そうなんですね。小一おじちゃん家に工場がありますからね。ああ、私も一回いただいたことあるんですけど、はい、あのただの味噌じゃなくて、うん、ちゃんとそのお鍋に溶かしたら旨味、なんか野菜とかいろんな旨味があって、はいはい、美味しい味噌です。そうなんです、はい、あのお茶漬けの時に、はい、ちゃ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 って、まあ、お味噌汁作るみたいにちゃ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 ってかけられて、うん、で食べても、はい、きゅうりとか輪切りにして、ちょっと冷や汁みたいになったりとかするんですよ。あ、なるほど。だから本当使い勝手がいいんですよね、北斗味噌。そうですね。うん、あれだったら俺本当ね、アナウンサー辞めた後に、北斗味噌の工場を継ごうかと思うぐらい、北斗味噌が好き。あ、そうですか。北斗味噌の名前聞いたら、ああ、冬が。冬だな、広島の冬だなって思うね。午前様様の冬。あとはですね、はい、ピープルの神さんさんからは、うん、眠い眠いという話ですが、はい、横山さん心配いりませんよ。うちの小学2年生の娘は寝ながら眠いと言ってます。あ、寝言で眠い眠いって言ってる。だからもう追い詰められてるんだよギリギリまでもう気を失うように寝てるから眠いっつっていう寝言を言うんでしょうよ、そうですね。俺も今これ喋ってますけど、これ寝言ですからね本当ですか。いや、目覚まして、まあ、それにしてはちょっとすごい覚醒してますね。賛同する人ってあんまいないのかな、小学生ぐらいなのかな。でしょうね。淵上は分かってくれてたよね、はい、すっごい眠いですよ。そうだよね。でしかも最近、うん、睡眠アプリっていうのを使い始めて、ほうほうこれがあのアップルウォッチを今私してるんですけど、知ってる、今日、あ、こいつアップルウォッチに変えたと思って。はい、そうなんです。で、誕生日を機にアップルウォッチに変えたから、おー。いやいや、なるほど。自分で買いました。自分で買いました。これで、あの、睡眠を測ってるんですけど、そしたら、あの、うまいことをなんか深い眠り、浅い眠り繰り返して、私は結構いい睡眠ができてるんですね。うんうんうん、これで測ったら、わかるなって、思いました。淵上さんは、その、いい眠りと悪い眠りの質、はい、うん、そのアップルウォッチっていう時計をしたことによって、はい、それは分かってると思いますけど、はい、まあ、今日1時間淵上さんの行動を見てましたけど、今日ね鼻くそほじりすぎですよ。淵上さんはずっと鼻くそほじりながら喋ってるんですよ。だから いい眠り悪い眠りについては分かってるかもしれないですけど、はい、いい鼻くそ悪い鼻くそは今日1日鼻くそを最後に言わせてください。ほじって言い訳させて言い訳させて鼻の先端にニキビができてるんです。ずっと鼻くそをしてください。さあ時刻は10時を回りました。午前様様 RCC 第2スタジオから火曜日お送りしております。季節の便りも来ております。伊豆吉さんからは、実家の畑で自分たちで植えたさつまいもが収穫を迎えました。我が子、おいとめいが5人並んで、さあ掘ってごらんのばあばの掛け声でスタート。細くてすぐに抜ける芋や太くてなかなか土から出てこない芋など、それぞれの芋の体型を伺いながら土をかき分けました、うん、これ大きい、俺のが一番でかい系などと大きさ自慢をしながら芋掘りを楽しみましたよ、はいはいはい、バーバは採れたてのお芋で大学芋を作って食べさせてくれました、うん、土に触れ
芋を掘り、そして食す。秋らしいいい経験ができました。芋掘りをしたそうです。ねえ、我がふるさと宮崎では、はい、お酒を飲んで管を巻く人を、はい、うわ山芋掘り出したって言うんだけど、これは全国的なのかな。いや宮崎だけなのかな。言わないですね。またも淵上のおばちゃんがもうお酒を飲みすぎて帰よう、うん、山芋掘りよよもうつって、あっちの減ってかよ今山芋掘りよるかいつって。なんで山芋掘ってるってしつこいってことあるかな。なんかな、長いってことですかね。山芋長いですもん ねずーっとやんなきゃいけないみたいな、そっかそっか、ことなのかね。それとも会議とかなるのかね。あー、諸説あるかもしれないですね。ねえ、今さ、はい、横山モデで、わっ、うまい棒の明太子味だけっていうのを、うわ、大量大量大量にお父さんと小学校の男の子が持ってきてくれたの。ありがとうございます。え、なんで小学生今日休みなのって。確かに、あ、運動会の振り替えなんですって。そうか、で、あー、そうかそうか、はーはーはー、秋だな。運動会って全校児童でできたのって言ったら、あー、ちょっと奇数と偶数で分かれてまだやんなきゃいけなくて、そうだったんですね。で、全ての種目もできなくて、うん、で、またにボール挟んで、で、なんかぴょんぴょんするような、はい、種目と度胸走があったっつって。へー、あ、そうなんだ。度胸走どうだったっつったら、どけて泣いたっつったから、いや、悔しいって思いを得ることが一番大事なんだよっつって、はい、間違いないです。嬉しいことはいくらでも経験できる、悔しくて泣くぐらいってことなかなかないからねとか、そうですね、よかったねとかっつって悔しさをエネルギーに変えて、うん、で、その子に、はい、ご先生様様、そのさ、俺と喋ってる間もずっとイヤホンしてご先生様聞いてるからさ、あら、そうですか、で、いつも聞いてるって言ってる、だから、あの、女の人誰が好きって言ったの、はい、だから中根さんって、不思議で、悔しいことはいいことだからね。あ、そうですね。悔しい。泣きそう。悔しさをエネルギーに変えて頑張ります。そういうことですよ。でもね。はい。皆さんいろんな思いを持っていたりとか、いろんなことされてるみたいで。うん。イケメンの母。はい。から土曜日、日曜日の2日間、うん、子供が習っている神楽の大人の公演に出演することができました。セリフもなく、身振り手振りだけですが、ちゃんとおばあさんらしく演じている息子を見てうるっとしました。へー、各地秋祭りも微妙な中、いい経験ができたなぁと思いました。あ、そうですね。うん、そっか、こういう催しもね、長らくできてなかったから。何歳なんだろうね、子供ね。神楽だから結構難しいんじゃない。あと、おばあさんらしい演技をしてたってこと、うん、だからね、そうですね、うん、何歳なんだろう。あと、お子さんの活躍で言ったら、はい、おかげさまさまさんからも、昨日の夕方、5歳の息子が初めてのお買い物をしました、はい、家のすぐ近くにあるコンビニで夕飯のオムライスに使うケチャップを買うというミッションでした、はいはいはい、外はもう暗かったのでコンビニの前までは一緒について行ったんですが、うん、100円玉3枚を握りしめコンビニの中へ入っていた息子が無事にケチャップを手にして誇らしげに出てきたのを見たときはほっとして体の力が抜けたような気がしました、うん、こうやって子供も親も成長していくんだなと思いましたよ。そうだね、うん、子供の成長ももちろんだけど、はい、親の子離れだよね、問題はね。そうですよね、ちょっと過保護すぎてみたいなところがやっぱりあるじゃない、うんうん、まあでも過保護にしないと今危ないことがいっぱいあるっていうのはわかるけど、そうですね、どこで親が離れるかだよね。ですね、だってこれから学校に行って、うんうん、で、子供たちだけで遊ぶ時間もあって、うん、っていう時間はね、はい、親御さんも離れてないといけないわけですから、うん、いやで、心配ばっかりできないわけでしょ。そうですよね、もういないことが当たり前にお互いにならないといけなくなるじゃない、うん、はい、うん、そうするといやなかなか、うん、子供は親離れしやすいけど、はい、親の子離れの方が難しいよって、ね、ちょっと思っちゃうよね。いやでも私も初めてのお使いの時結構まだ記憶に残ってて、はいはい、ちょっと大きくなってから、うん、あの2歳離れた妹と行ったんですよ、うん、20歳過ぎてぐらいでどのぐらいちょっと大きくなってですね、25、6、妹が3、4歳ぐらいだったから6歳とかですかね。うん、2日目もう成人してた私成人してから行くってだいぶ遅いですね、うん、もうちょっと早めに行って泣きながら大根買ってくるみたいないつまで経っても成長しないですね本当に親離れできてないでも記憶にすごい残ってて、うん、あのそれこそ実家の田んぼのあぜ道をずっと通って、はい、うんうんうん、スーパーまで行って
距離にしたら本当1キロぐらいだったんですけど、はい、大冒険でした。いや大冒険だ、うん、大冒険だよ。子供だけで、うん、妹と2人で、もう頭の中もずっと初めてのお使いのテーマ流れるで、タラタタタラタタタタタ誰にも内緒に、ねねねねねねね、誰にはそれしど、ベイベーって言いながら。そうですね、うん。途中ちょっと悲しくなったら、なんてこと。あ、いいな。ないさ。はいはい、もう感動。で、最後、証言ないでよ、ベイベーっていうのがもうかかって、もう頭の中でもう、はい、自分で勝手に作るよね。うん、作っちゃいますね。うん、当時多分、一人でお使い行くときに、はい、その曲を知ってたら、うん、もっと楽しかっただろうなって思います。そうだね。うん。でも、ネットフリックスに初めてのお使いが上がったでしょ。はい、で世界中の人が初めてのお使い見るようになったでしょ、はい、日本はあんな児童虐待やっててよく泣いたり笑ったりしてるなって言ってるらしいよね。あ、そうなんですか。全然価値観が違うのね。いやー、もうそうか、あんな児童虐待の極みはないって言って、いい、こっちからしたらね、うん、でも子供たちを成長というかね、はい、一歩大人にっていう思いでやってますけど、うん、そっか、別の世界から見たら全然違うんだって。よくあんなもん見てニコニコしたり泣いたりとかしてんねっつって、おかしいんじゃないですかって言ってるらしいよ。あ、そうなんだ。文化の違いだよね。そうですね、うん、価値観とか文化の違いで見方が全然違うんですね、はい、うん、あとは、はいはい、眠いという問題、来た来た、ついに来た。同類同類。はい、水亀うさぎさんからは、うん、オープニングでの眠いとのお話ですが、はい、私もこの時期になるとものすごく眠くなります。かみ、はい、さんには、子供並みによく寝るねと言われますよ。ほうほうほう。ケイブカコさんからも、うんうん、私も眠いです、はい、眠くなる食べ物でもあるのかと思って調べたりしてました、はい、私だけじゃなくてよかった。うん、俺も多分食べてるもの全て睡眠薬入ってんじゃないかって、もうそのくらいちょっとこう世の中を警戒してますね今ね。そうですよね、うん、あとビッグトップさんからは、はい、眠いです、私も眠いです、うん、今眠いのは体内時計が狂ってるからという説もあるそうですよ。なんで、暑さ、夏の暑さの疲労と季節の変わり目、うん、これジェットコースターのような温度変化に体が追いついていけてないそうです。ほうほうほう。先日定期検診の内服薬をもらいに行った時に、病院を受診した時に、うん、眠さをドクターに訴えたらそういう風に言われましたよ。ドクターに眠いですって言ったら俺もって言われて、いや起きて、いや俺もなんだよ、ちょっともう全然さ、お客さんも患者さん来るから全然気が入んなくてさ、眠たいですよねって言われたら、いやちゃんと見て、ちゃんと見てってなりますよね。まあでも温度がね、うん、本当にジェットコースター並みに変わってますから、それもあるのかなって思ったりしますけどね。でもね、うん、そんな聞いたことないラジオネームの人とかに言われたくないです。確かにビッグトップさんなんか初めて読んだかもしれない。ありがとうございます。目が覚めましたよ、知らない人にそんなこと言われて、ビッグなトップさんですよ。でもあの病院ってさ、ええ、俺たちは丸い椅子に座らされてるのに、はい、先生はさ肘付きのすげえいいの座って、うん、おいなんだこの身分の差って思ったりするじゃん。まあ先生はずっとそこに座ってますからね。どういうことですかって、お客さんですよ、患者さんですけどって、はいはい、あんたのところがこんな裕福な生活できるのは俺たちが病気になってるおかげですからねとかつって一回座ってみたいと思いますけど、うん、あのふかふかの椅子に、あとさ胸をトン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 とかするじゃん、うんうん、手のひら当ててそこを、はい、そのなんかこう手の甲をトントン、ああトントンとか言って、はい、た時に、それは何をされてるんですかって言ったら、ああ、お医者さんが広くみんなしてるからって言って、分かんないってことです理由みんなしてるじゃんって言われたら嫌だよね。ああそうですね、うん、確かに分かんのかね、目的を。どうなんですかね、聴診器とかもね、うん、昔なんかおもちゃみたいなのがあって、あったわーとかガーってなってたけど、はい、全然おばあちゃんとかに当てて、うん、いやー生きてますね、生きてます生きてます、はいはいはい、ちょっと喉開けてもらっていいですか、ちょっと竹串、あのちょっと、はい、アイスクリームのちょっと、あのなんかすごいでっかい竹、あのすごいやつ長めのね、うんうん、はいはい、あれちょっとよいしょ、ちょっと口開けて、はい、あのなんだ、喉人工ありますよ。はい、以上以上です。すっごい人工でっかいみたいな、見て、ちょっと看護師さん来て見て、これ人工でっかい、見て、不思議です、もう一回、あーしゃーしゃ、もう見てもらう、脳チンコでっか、恥ずかしい。
やっぱね、喋り手ですからね。そうですよね。お医者さんには恥ずかしいところが全部。ちんこでっか。そうが見てみようか。言い方。しかさ、もう一回やってても、どんだけ見せる。絶対行かないですよ、その病院にはもう。何してるか分かんないこといっぱいあるよね、ありますよね、うんうん、私一番不思議なのが歯医者さんに行った時に、うん、あの本当に結構なんだろうキーとか言って、うん、ドリルみたいな、そうとか当てられたりするじゃないですか、うんうん、で目つぶってるんですよずっとで歯の中でだけ感じるじゃないですか、これは先が尖ってるのかないやこれでも水で洗ってるだけだぞとか、なんかシューって出ててわからないから、唾を吸うバキュームがほっぺにくっつけポンあポンあポンってもうお前ほっぺにくっつけすぎんだよみたいなのもあるよ、ね、そこじゃないそこじゃないもっと右とか手持ってガッて動かした時あります。バキュームは俺に貸せってちょっと思う時があるよね。自分で吸うからってもあります。はい。で歯型とか取ってもらったりする時にも、はい、なんかちょっとなんか残ってたりして。残ってる残ってる。そう。これを取ってもらいたいのに。これこれ。もう早くしないと固まるからさ、コリコリしなきゃいけなくなっちゃうくらいさって思うよね、不安でしょうがないですよね。見えてないから何使ってるか器具とかも。確かに、ね。でパッと起きて。こうやって見たら、ウィーってしたけど、五六人が見て、チンコでっかって。どう、ふちがみさんの、どうどチンコ、チン、見てこい、ふちがみさんのチンコ見てこい。でっか、うわ、すごいっすね。やっぱ、歯を見よう。歯を。ほんとそうですよ。いや、でも歯医者さんにお世話になってますからね。親知らずが、何回も痛くなってて、うんうん、その度に、はい、あの、抜きましょうって言われてるんですよ。うん、はいはい。でちょっと休みが3日ぐらい取れたら、うん、じゃあ連絡するんでって言って、うん、1回も連絡したこと、いやそうなんだよね、まあ、1回怒ります。俺も広島市内の歯医者さん、はい、で型を取ったまんまなんだよね狩り場のままいるっていう歯があるんだよ、ね、でちょうど広島カープが優勝しそうだったんだよ、25年ぶりの優勝の時だったの、はいはい、うん、で全然日程が組めなかったの、で俺この間財布の中をさ、はい、こうやってなんかもうレシートとかばっかりあるからさ、うん、綺麗にしようと思って、はい、で全部出してこうやって見てたらさ、うん、なんか次回10万500円っていうのが出てきたの、えなんでのと思ったら、その仮歯を入れてるところに本当の歯を次入れるから、はい、その仮歯から本当の歯、はい、差し歯にするのに10万500円っていう料金、はい、のまんま言ってないってこと。うそ、それ言ってください。だから俺の歯だけがそこの歯医者さんにあるはずなんだよ。それも横山さんにしか合わないですから、その歯オリジナルなのにさ、本当申し訳ないと思って、あーと思って、そういえばあのカープが25年ぶりに優勝するときに日程がなかなか組めないんですよとかって、だからなんかタイミングがあったら行きますっていうままずっとなんかマジックが消えたりついたりとかして、なんかなかなかとかって言ってそのまんまずっと行ってないの。いやでもね、うん、仕事を言い訳に本当しがちですよね、歯医者さんとかに。だからもう 6,7 年行ってないのきっと。ああ、本当申し訳ない。確かに計算したら多分あの作った歯ももう合わなくなってんだよきっと。そうですね、動いたりしますもんね、うんうん、そうか。いやどうすればいいんだろうと、もう合わす顔がないんだよ。そうですね持って帰ってケースに入れて飾っとくとかぐらいですかね。そうだね。ミュージックソンに出すとか。ああ、そっか。なんかもうペンダントにするとか。さあ、この時間になりますと。午前様クイズの答え発表ってことですけども。はい。今日は淵上から。今日のテーマは。俺たちメガネ族で問題を出しました。はい、はい。はい。私は普段コンタクトをしてるので、うん、あの、メガネを家に帰ったらコンタクト外してかけます。はい。で、そのメガネをすっごくよくなくします。うん。で、それをメガネを探すときに、いつも思うこと、一体何でしょうか？というのが問題です。はい。ラジオネーム、ちゃがま。ありがとうございます。今日聞かないラジオネーム多いね。そうですね。嬉しい。淵上さん。はい。ですけど、メガネを探すときに思うこと。うん、メガネに、GPS 機能をつけたいわって思うのではないでしょうか、はい、この答え多数だって。ああ、これはでも思いますね、うん、携帯みたいにそれこそ音が出たらどんなに楽かって思ったりします。メガネメガネメガネ、はい、メガネってずっと言ってるの。ああ、うん。でかけたらおとなしくする。
あで撮ったらメガネ。それはちょっとメガネ。うっとうしいな。メガネ。ええええ。メガネでずっと。はいはいはい。そうですね。向こうから俺もメガネ。俺もメガネ。ちょっと大きめの。私もメガネ。あ、お母さんのメガネか。私もメガネ。ええ。おいどんもメガネでしたい。九州のやつかな。そうですね。喋る。いや、そうですね。メガネの GPS つけたいですね。うん、でも音がしてたとしてもたとえ、はい、それが聞こえないぐらいのところに置いてあったりする時もあります。うんうんうん、押し入れの中とか、ね、いつ置いたみたいな。うん、ある。あのさ、例えば洋服を畳むときにポンと置いてその上にパッと置いてしまうとかみたいなことがあるよね。あります。あるわけがないと思うけど、うん、そういうことがあるよね。あります。ある。一回びっくりしたのが、うん、あの靴下を入れてるタンスの中に入ってたことがあって、はいはいはい、なんでやって思ったこと。やっぱそういう時はやっぱ喋ってほしい。メガネメガネってやっぱ言ってほしい。でもこれから何年かしたらもう、うん、落とし物とかなくし物がない時代が来るんじゃないの。あ、もう何でもそれこそ、あ、ここにあるわ、はい、あそこにあるわって分かるような、うん、何かがつくような気がするよね。そうですね。高いものでも安いものでも今若干そうなりつつありますもんね、うん、なんか落とし物がないようにちょっと GPS それこそ物につけて、はい、携帯でどこにあるかって分かるようにするものとかも商品出てますもんね、うんうんうん、はい。なんかさ、うん、こう会社とか入ったりするときに例えば指紋認証、はい、うん、だったり、最近はもう目で判断したりとか、はい、もういろんなのがあるじゃない、うんうん、もうだったらもうレントゲン写真とか撮ってほしいよね。だからもう毎日、あ、俺健康ちょっとなんか肺がおかしいよとかさ、はいはいはい、全部わかってほしい。もうああなったら確かに健康チェックも兼ねて、うん、健康チェックも兼ねてほしい。もうついでにできなさそうでもないですよ、うん、なんか意外と簡単な気がするんだよね。うんですね、うん、やろうと思えば、はい、もはやなんかもうゲート通った瞬間に、あるじゃん。だってこれ飛行機乗るときだってさ、スーツケース取られるじゃん、はい、うん、あんな感じで、はい、普通にゲート入った瞬間に淵上さんちょっとつって健康相談室から感じて、はい、ちょっとここがさおかしいんだけどさとかって、はあ、会社行く前にちょっと病院行こうみたいな。そうですね、そういうのしてくれたらいいのね。そしたらね、1年に1回のあの大掛かりな健康診断もね、うんうんうん、いらないし、いいかもしれないですし、はい、人間ドックだって行かなくていいし、そうですね、ペット検査だってしなくていいし、うん、日々健康でいられるじゃない。はい、確かに、うんうんうん、将来できてるかもしれない。横山さんあれですね、差し歯ですねそう、すいません、ちょっと10万500円ですごいたままなんです。ちゃんと取りに行ってくださいよつって本当申し訳ない、あの歯医者さん本当にそんな付き合いがない歯医者さんなのに。あ、そうですね。あと表具屋さん、淵上さんが家でメガネをなくした時に思うこと。それはお金持ちの奥さんがつけているメガネを首からかけるチェーンみたいなものをつけようかなと思うのではないでしょうか。ああ、これはでもメガネは帰ってからしかしないので家に、うんうん、あんまいらないんですけど、マスクに関しては、はい、いつもああチェーンあったら便利だなと思いますけどね。うん、そうね、うん、でももうマスクあんましなくてよくなったんだよね。あ、外にいる時に関してはね、うん、あと屋内も2メートル離れての会話だったらしなくていいって言ってたね、うん、はいはい、そうですね、うん、あと今日からあれだもんね、あ、もう旅行がバンバン解禁だったからね。はい、そうです、支援割が効くようになって、うん、はい、いや、これもちょっとチェックしないとなと思ってます。うん、はい、そうだね。俺もだって今月もそうだし来月も、はい、俺来月夏休み取るのね。おお。で番組休むの。あ、そうなんですね。そうだから何日か東京にバーンと行きっぱなし、はい、ちょうど映画の公開に合わせて行こうと思ってるから、あの辺とかってなんとか割をしとけば安くなるんじゃないのと思ってですね。うん、私も今月末に福岡に行くんです。俺今週末行くよ。あ、そうですか。俺薬師丸ひろさんのコンサートがいいなぁ、うん、それももう使えますよね。泊まるんだったら使えるはずなんだよ、うん、ですよね。だから私もあの今月末に行くから、はい、あの一泊ちょっと予約してるんですけど、うんうん、後から多分割引も効くんで、うん、ちゃんと今日俺ああいうののやり方が全然わかんないんだよ。あ、俺前回の時も、はい、あの GoTo トラベルの時も東京ずっと行ってたのに、うん、全然わかんないの。あ、でもちょっとでも手間かけてやった方がだいぶ違うと思いますよ。だって今回のとかも一泊8000円とか出るんでしょ。そうです、最大 40% 割引になるんで、しかもね、うんうん、クーポンも使えますし、うんうんうん、だからちょっと人に聞いてでもねやった方が、そうだね、絶対いいと思います。うん、まあ淵上さんがやるんだったら私に聞いてくださいって言えばいいところを人に聞いてってこうちょっと投げたところ、え、
がね、もうちょっとめんどくさいから、はい、あなたのことは、こうやって言うとあんたは私に言うけど、私はダメだけどっていうのがもう最初からものすごいバリアを張られてたよね。あ、人に聞けばいいです。今思い出したんですけど、うん、あの、アナウンサー日記どうなってますえ、ちょっと前になんかね。そうだね。アナウンサー日記をね、9月中にかなり上がったんだけど、はい、アップ仕方が分かんないんだよね。そうね。うん、横山さん、私に。もうさ、会社のシステムが変わりすぎてさ、はい、もう対応できねえんだよ。もう、毎日パソコン見てる奴らの、その速度に合わせろよ、現場って言われてるけど、はいはい、もう無理なんだよ。そうですか。お前らがやりたいことを現場は。だからお前らみたいにずっとパソコン見てる奴らはできっけどさ、俺らみたいに放送現場行くやつアップすらできねえんだって話だ。ああ、任せてください。アナウンサー日記に関しては私やります。はい、ただ、あの、旅行支援割に関しては別の方に聞いてください。くそ、もう、名刺作ることも全部淵上頼んでるの。そうですね。それに関してもやりますけど。そうか。はい。旅行のことも黒本はやってくれるかな。どうでしょうかね。別料金いるんじゃないですか。あとはね、はい、ホットカレンのゆず茶。ありがとうございます。メガネをなくして淵上さんが思うこと。それはとりあえず、うん、おでこにかけていないか。ああ。を確認して一人でおいかけてねえわと突っ込んでいるんではないでしょうか。大丈夫です。これはまだ経験したことはないですね。はい、間違えておでこにかけててはぁみたいなことは今まではないですね。そうだね、はい、めったに本当にめったにないけど、うん、俺メガネって 5,6 個あるのね。その遠近両用からただのいわゆる本当の老眼鏡とかも含めて、はい、机の右側のところにメガネこう並べてあるの、はい、でそれこそ別光茶色いの、うん、と黒いの、はい、とちょっとこう太いのとか、うんうん、ただのもう全部が老眼になってるの。あ、レンズ、うん、とか置いてあるの、はい、であれ俺メガネどうしたっけと思って、うん、もうってかけたらあかけてるのかって二重に二重にかけるときがある。あ、自然すぎて、うん、で家にそう会社から帰ってくるじゃん、うん、で会社から帰ってくるときは遠近療養してるんだよ、うんうん、だからレンズの上の方は度が入ってないの。あ、でレンズの下だけに入ってるの。はいはい、だからレンズの上の方だけを見てるから、うん、ピントが合わなかったりするんだよ、うん、であれ俺メガネどうしたっけ、もうまあいいかつって家のそのテーブルの横にあるメガネかけた瞬間にああもうかけてんのかそうか俺今二重掛けしようとしたのかって。誰も突っ込んでくれず自分だけでニヤッとする瞬間がたまにはい、はい、もう年に何回か、へーへー。あとはね、はい、マサオさん顔がマサオよからね。お、久々だね。ありがとうございます。淵上さんの今日のクイズの答え。はい。メガネを探して思うこと。私の部屋は汚いな。普段から綺麗にしておけばこんなことにならなかっただろうにと思うのではないでしょうか。ああ。うん。これは大丈夫です。でも荷物すごいんじゃないの。荷物ですか。うん。一人暮らしだから。いやそうですね。どうしてんの？実家に送ってんの？いや全部家に収納してる。収納してます。俺だって昨日の、はい、その甥っ子の結婚式に、うん、普通の黒い蝶ネクタイをしようと思ったら、はい、もう全然見つからなくって、もうこれしかないと思って水溜ましていったのね。はい、なんでそんなもんがなくなると思うけど、そうですね、物がありすぎるんだよね。あー、なるほど。捨てないし、はいはい、そうですね。でそれこそどっかのスーツのポケット入れてたりとか、ああみたいなことなのよ。入ってるんでしょうね、うん、まあ、でも確かにあのアナウンサーなので、はい、服に関してはいっぱいあってそれは幸せだなって思うことはあるんですけど、うんうんうん、それこそでもサブスクリプション、はい、あの定期的に、そうだね、今借りてんだもんね。お金払い始めてずっと私服も借りてんだもんね。私服もそうですね、うん、買うものもあれば借りるものもあるんですけど、はいはい、をやり始めてからだいぶクローゼットはあの楽になりました。空きが出るようになりました。これはいいなと思いながら使ってます。もうね、うん、もう着る服なんか何枚あっても何着かなんだよ ね毎年買ってるのになんで分かってんのに、ね、満ち足りないんだろうってね。でなんかああいうのがあったけどなくなったからもう買っとこうとかって思っちゃうんだよ。もう最近そんな高くないからですね、うん、でこの時期の服が一番毎年ない、うん、秋服もうそうそう季節の変わり目ね。そう変わり目はね、うん、難しいですよ、ね、ほんとそう。あとフグの鈴、メガネを探す用のメガネを買おうかな。あ、でもこれわかるって思ってる。いや、そうですね、うん、
いつもコンタクトをして、はい、視界が良好な時に探したら結構見つかるの早いんですけど、うんうんうん、コンタクト外しちゃって、あ、メガネないってなった時は結構時間かかります、ね。そうだよね。はい。順番間違ったと思うよね。確かに、うん。そうですね。メガネ見つけてからコンタクト外さないと、見つからないことがよくある。俺の毛染めと一緒。もみあげを白髪染めした後に、よし、ちょっと本格的に染めようと思った瞬間で、ああ、もみあげを毛染めしたからメガネがかけられないってなるんだ。だから先に上とかを、はい。の割れ目んとことか、裂け目んとことかを、染めとかないと、最初にもみあげが白くなってるのが目立つから、ちょちょん、ちょちょんってやった瞬間に、あ、メガネがかけられなくなったから、もう、見えんくなった。白髪染めせんにいけんのに、とかって思うの。はいはい、ですね、うん。あの、私も時々マニキュアを爪に塗るんですけど、あの、手から塗って足に塗ろうとしたら、うん、あ、手塗ってるから使え、みたいな。順番があるよね。そうそう、ありますあります。じゃあこれ最後。フラメンコ。ありがとうございます。ふちゃかさんがメガネを探してるとき、ああ、もう、自分のだらしなさに嫌気がさすと、いつも思いながら探しているんではないでしょうか。そうですね、うん。場所さえ決めとけば、こんなことならないのにって思いますけど。もう大体そうなるよね、でもね。そうですね。リモコンだってそうだしね。はい。なんでないんや、もう、あ、うん、と思うよね。イライラしますね。が、違います。はい。家に帰ってコンタクト外してメガネを探してるときにいつも思うこと、それは一体どんなことでしょうか。正解は、うん、1,2 年ほど前、ちょっと前に、うん、小前様様でサキペンスで、うん、メガネがなくなって探すっていうネタをやったんですよ。で、その時に出てきたネタが、うん、あの横山やすしさんの、ね、メガネ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 っていうネタ、ええで、これ YouTube で見て勉強して、私知らなかったので。勉強して、まあ時代的にね。そうです。で、馬様が考えてくださって。うん、で、それを見て、ネタを自分でやったんですけど、それ以来、うん、自分で、メガネ探すときにずっと、メガネ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 。で、頭の中で言いながら探す。安清万歳が頭に浮かぶ。というのが正解。お5人正解。すごい、メガネ5。ああ、この方々もきっと頭の中で、うん。そうだね。メガネメガネなんでしょうかね。うんうんうん、ありがとうございます。はい。ということで今日は、丸宮食品から、のりたま、釜飯の素、麻婆豆腐の素をはじめとした商品7点詰め合わせを3人の方にプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさん、ありがとうございました。スポーツ、一直線。このコーナーは暮らしに豊かな幸せを食協の提供でお送りします。さてさて、プロ野球のクライマックスシリーズのファーストステージ、はい、脇のセリーグの第3戦が行われて、レギュラーシーズン3位の阪神が2位の DeNA を3対2で破って対戦成績を2勝1敗とし、うん、ファイナルステージ進出を決めました。はい、阪神のファイナルステージ進出は3年ぶりですということで、はい、ファイナルステージは明日から6試合制で行われて、うん、セリーグはヤクルトと阪神、はい、パリーグはオリックスとソフトバンクが日本シリーズへの進出をかけて争いますということで、うん、どうなるか。まあ阪神はすごいね。そうですね。だって開幕9連敗確かにからスタートしたんだよ。いつ勝てるんだろうっていう時ありましたよね。あったよね、はい。なんかあの、うん、ご愁傷様とか気の毒ですねってこう上から目線で阪神を語ってた時期が4月とかまあまああったじゃないですか。ありました。で5月とかもまあまあ本当頑張ってくださいねみたいな、はい、ちょっと哀れむような気持ちで見てたし、はい、確かであの時はそれこそ阪神ファンもそうだし、広くプロ野球ファンの人たちが、その矢野監督が今シーズンを最後にその指揮を振るのをやめますと、ユニフォームを脱ぎますという話をしてたから、はい、うん、いやそりゃ昨シーズンからずっとそうやって言われて、はい、もういなくなる監督のもと頑張ったってっていう話を広くみんながすごく知ったげにしていたのも覚えてますさって。知ってました、はい、覚えてます。でもそんな中俺は、うん、いやプロってそんなもんじゃねえぜっつって、はい、って言ってたのも覚えてますわ。覚えてます。ちょっと思うのですよ、はい、だからやっぱそのチームプレーっていうこととともに、プロって俺たちが忘れがちなさ、うん、あれ職業ですってことだよね。そうですね、うん、本気ででチャラチャラしてるのは見てるあんたたちだけですってことです、うん、はい、
淵上ちゃんだって頑張ってるんですみたいなことを言うファンがいるじゃん。あの頑張ってない人いないんだよ世の中に。そうですね。でその中ですごい給料とすごいみんなから声援とそしてすごい注目を集める場所なので、うん、より普通の人よりも頑張って強い精神力っていういわゆる簡単に言うとスーパーマンを見たいわけですよ、うんうん、村上みたいに、はい、とか大谷みたいに、うん、すごいのを見たいんですよ。ただ並大抵の努力と才能じゃダメなんですよ、はい、なのでものすごく頑張んなきゃいけないんですよ。でがみんなものすごく頑張ってる中のすごい才能がある人が超人的にいるというのがプロ野球の世界だよなと思うので、はい、なんか野球選手ってそうやってやってるからそんな監督がどうとかさみたいなことじゃないんだよねって、なぜならば職業だからっていうことと、はい、それしか頂点を取れなそうだからっていうこと、うん、だからみんな全ての職業の方がそうじゃないですかと思うのよ、はい、その職業だったら皆さんが今やっている頂点取れるかもしれないとか、うん、この職場で俺一番取れるかもしれないと思ってるから頑張ってんじゃないのと思ってて、はい、それが違う仕事だったら取れないんじゃないの、うん、だから俺はここに固執しているんだよっていうことだよなと思ったりするので、はい、ああなんか今年の阪神タイガースがもし日本シリーズ出て日本一になるようなことがあったら、いやこれは語り草だぜと思うし、そうですね、はい、知ったげに言ってたやつのツイッターとかフェイスブックとか全部見つけて全部炙り出して、はい、お前たち認識甘いからなってもうこれから二度と喋んない世の中のことって言いたいぐらい、いやプロ野球って何が起こるか分かんないなっていうのと、はい、プロってすごいなって思いました、うん。御前様様商品開発部、番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーです。リスナーの皆さんにゴーストライターになっていただいて名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうというネタコーナー、名曲ゴーストライターです。ということで今日皆さんに歌詞を考えていただく楽曲はこの曲。ということで1988年のヒット曲爆風スランプのランナーです。この歌詞が隠された部分、本当はもう戻れはしないだろうと言ったねなんですが、この部分に面白い歌詞を入れ込んでください。ということで今日もバカバカしいネタの数々が届いていますので早速紹介していきましょう。ラジオネーム目玉ベロン、ちょっと見て見て鼻血ロッカールームで、うん、あ、まあ、うつむいた感じ、うつむいちゃう、うつむいた感じだよねちょっとね顎を上げて、はい、首をトントンしなきゃダメですよね。そうですね、うん、はい、大輔、雨を咲かたロッカールームで君は少しうつむいて、うわびっくりした、足の爪結構伸びとるな見えたら気になりますよね綺麗、早く切りたい、指の爪切ったけどちょっと足そうなんだよね、切り忘れた、指2回足1回なんだよねちょっと思うよね、うん、ストレートマン、雨を咲かたロカールで君は少しうつむいて、あのさお前のさ結婚相手さ俺の元カノまあこっから先どうなるんだろうへえ。何食べるみたいな、なんで今言ったのかってとこですよね。麦ちゃん、雨を咲かたロカールで君は少しうつむいて、あれさ達川さんのさ、うん、あたたたたってあれ絶対当たってないよね雨を避けたロッカールームでちょっとうつむいて言うことかもしれないですねこれは。その横で達川さんがほんま当たっとらんのねって思う、カープのロッカーだったんかこれ続きは11時台午前様様、
さあラジオカーの登場、今日は林美優ですけども、はい、どこにいるでしょうか。林さん、はい、おはようございます。おはようございます。横山さん、藤上さん、はい、今日はですね、私の足元に眠っていますこちらの食材をご紹介いたしますよ、はい、よいしょ、掘るぞ、よいしょ、どこしょ、どこいしょ、上しょ、なんだ、取れたぞ、なんだ、今が旬のレンコンです。レンコン、先行きの見通しがいいです。レンコンだそうですよ、うんうん、今私はですね、東広島市しわ町しわ堀にありますレンコン畑に来ているんですけども、はいはい、今こちらではレンコンの収穫作業が本格的にスタートしたということでお邪魔しているんですよ、うん、はい、こちら私のいますこのレンコン畑以外に、うん、32枚の畑、レンコン畑がありまして、すべて合わせた広さでいうと、なんとマツダスタジアムのグラウンドおよそ6つ分の広さになるほど、もう広いレンコン畑なんですよね。すごい、そんなに広いんだ。そんなにレンコンってそんな売れるんだ。びっくりですよね。もう今日はですね、こちらの広いレンコン畑から今が旬のレンコンご紹介したいと思います。はい、はい、それでは早速詳しいお話を、蛍の里レンコンから親子でされていらっしゃいます大谷浩二さん、そして大谷誠さんにお話をお伺いしたいと思います。お二人ともよろしくお願いします。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 はい、まずはお父さんの浩二さん、はい、立派なレンコンですね。そうですね、息子が上手に作ってますね、うん、わあ、すごい。今年ですけども、このレンコンの出来っていかがですか。今年は雨が少なかったんで、レンコンでもずっと年中水がいるんですよね、掘るとき以外は、はい、でちょっと水の管理に苦労しましたね、うん、いやでもそれだけ苦労されながらも今本格的な収穫作業始まってますけども、この収穫もまずショベルカーで大きな葉や茎を剥いで、そして見えてきたレンコンの芽の周りをクワで掘って、そして私がさっきやった引っこ抜く作業まであるんですが、これ全部お一人でされてらっしゃるんですか。まあ、僕はね、まあ、あの息子よりちょっと面積が広いんでバイトを雇っとるんですけど、息子は全部掘るのから収穫から出荷まで全部一人でやってますね。お一人で、そんな広いレンコン畑をたった一人で作業されていらっしゃいますお隣息子さんの誠さんですけども、これ一人でやるの大変じゃないですか。そうですね、もう大変ですね、やっぱり。いや、そうですよね。この、親子でレンコンを育てていらっしゃるということは、こう大谷家の食卓にもよくレンコンが並ぶんじゃないかなと思うんですけども、おすすめの食べ方だったり、こういう食べ方したら美味しいんだよっていうレンコンの食べ方ありますか。あ、そうですね、僕はやっぱりもう普通に切ってレンコンステーキみたいな感じで食べるのが好きなんですよ。レンコンステーキ、なんだか美味しそうと思うんですけども、このしわ町に来るとこう大きなハスの葉が一面に広がっていて、ラジオカーで走っていてもなんだか気持ちいいなと思ってこの地区にやってくるんですが、このしわ町ってやっぱりレンコンの栽培っていうのが盛んなんですか。そうですね、うんうんうん、やっぱり、うん、なんてお父さん助けてください、はい、まあ、僕の師匠にあたる方はもうここで45年以上やってましたし、でその前にもレンコン作っておられる方がおられたんで、もう半世紀以上レンコンだけで言うとね、うん、長いと思いますよ。やっぱりあのここで半世紀以上レンコンが育っているということは何か秘密があるんですかね。やっぱりしわっていうところはあの、うん、昔酒蔵もあったりして水がきれいだし、はいはい、でもう6月の最初頃からホタルが飛んだりとか、うわ、水がきれいなとこなんで、なるほど、なんでうちのレンコンはまあアクが少なくって、はいはい、柔らかくって白いっていうのが皆さん言っていただいてるんですよね、うん、なるほど、まあ、そんな美味しい美味しいこの東広島しわ町で育ったレンコンですけども、誠さん、収穫作業はいつ頃まで続かれるんですか。大体まあ2月から3月まで収穫作業をしますね。うわ、2月から3月ってことはまだまだまだ続きますけども、まあ、今が旬のこのレンコン、たくさんの方に試していただきたいですね。そうですね、ぜひ食べてみてください。はい、ありがとうございます。ということでこの時間は蛍の里レンコンから親子でレンコンを育てていらっしゃいます大谷浩二さん、そして大谷誠さんにお話をお伺いしました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。スタジオにお返しします。林さん、はい、もう見るから一面レンコン畑ってこと。レンコンなんですよ。
でも大きなこのハスの葉がですね、私の同じ身長ぐらいの高さあるんですけども、それをもうブワッとショベルカーで剥いで、でそこからもう全部掘り起こして全部手作業でされていらっしゃるので、これを全部されるのかと思ったらなんだかもう頑張ってるなと思って。それが松田スタジアムロックンロールでしょ、ね。そうなんですよ。すごいね。びっくりですよね。冬になると寒いですしね。そうですね。まだまだまだこれから収穫作業長く続くということなので皆さんです、うん、ぜひこの東広島シワチョのレンコンを試してみてはいかがでしょうか。はい、わかりました、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ラジオカーは林美優でした。今日初めて聞くラジオネームの方多いということですが、うん、本を読んだよという方も、はいはい、みやちゃんさんからは、この前福山市の深津小学校の横山さんの講演会がとても楽しくて本も買って秋の夜長に読んでますよ、はいはいはい、夢中になってますとか。おー、ありがとうございます。百切り侍さんから、はい、初投稿です。横山さんの小説今100ページほど読みました、はい、なんか食堂で横山さんたちの会話を横で聞いてるようなラジオ聞いてるような気持ちになりますそうだね、はい、そんな感じそうです。午前様様。さあ11時を回りました。午前様様第2スタジオからお届けしています。お月さんが綺麗だったというお便りもいただいておりまして、ケスノビッチの母さんからは、昨夜の満月綺麗でしたね、土曜日の夜は13夜の月で満月になる少し前の丸みの足りない栗を思わせる姿の月でした。どちらのお月さんも美しくって窓を開けて見とれたのは、すごく良かったです、はい、といただいております。いや綺麗だったよ昨日ね。すごい綺麗だった。最近すごい綺麗ですよね、お月さんが。秋の空は空気が澄んでるでしょ、はい、そうですね。昨日もお月さんが、うん、自分で発光してるか、あ、そうみたいなぐらい輝いてたよ。私2日ぐらい前に見た時もめちゃくちゃ綺麗でした、うん、ハンタームーンだったっけ。ほう、なんかアメリカ人がいよいよ狩猟を始めますよと、はい、夏にいっぱい美味しいもの食べて、うん、でこれから冬眠しようかという動物たちの狩猟を始めますと、へーという時期なのでハンタームーンと。なるほど。ちなみに11月はビーバームーン。ビーバームーン、ビーバーがこれから水の中に入っていく前に、はあ、狩猟を始めますと。すっごい。で、ビーバーは逃げ切れるかどうかっていうところ。なるほど。月に詳しいですね。12月はコールドムーンです。冷たい月です。毎月あるんですね。あるんですよ。へぇ、で、またいい香りがしますね。今日は、はい、お昼ご飯が交通渋滞してて、うん、この巨大なピザ。うわ、ああ、と、例の熱々のたこ焼きが同時にやってまいりましたやったー今日はお昼はパーティーです。ありがとうございますこの車のタイヤぐらいある巨大な、最高ピザ、めちゃくちゃ大きいんですよね。俺が横山もんで、はい、まあ、タバコ吸いた時にさ、うん、リスナー同士が話し合っててさ、はい、ピザですか、俺これはたこ焼きなんですよね、かぶりましたねって話をリスナー同士がしててどっちも惹かれる今たこ焼きのすっごいソースのいい香りもしてるんですよね、これはちょっと両方行きたいですね。ピザとたこ焼きってさ、はい、こんなに人を幸せにするかと思うよね。人間いない今香りだけで幸せな気持ちになってますさあ、あと40分頑張るぞみたいな気持ちになるもんねそうですね。さあ、それでは行きましょう。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もこの方です。ババさん。なんだったらショッピング中につまみ食いしててもいいので本当にいいですか意外と遠慮なく言っちゃうよ本当ですかすごいでっかいの来てね、もうね、香りがこっちまで伝わってきますよ。はいはいはい、いいね、うん、いや今日はですね、はい、淵上ちゃんのお布団がホコリっぽかったっていうんで、はい、だったらもうこれでしょう、はい、今日は布団乾燥機カラリエのご紹介でございます。素晴らしい。気になるこれ。あのね、ホコリだと思ってるでしょ、うん、はい、それ実はダニの死骸や糞、卵ですからね。いやそうですよ、可能性があるのかなって思ってました。そうなんですよ、はい、そういうのをね、まあ、総称してハウスダストと呼んでるんですけれども、はい、お布団ってほっといたらダニのパラダイスになるんです。
ね、うん、ほっといたらダニのパラダイスになるんです。特に冬のお布団ってほとんど洗えないものが多いんですよ、うんうん、特に冬のお布団は危険なんです、はいね、だからこの布団乾燥機という商品が必需品なんですよ。はい、だって皆さんお布団干そうと思ったら結構大変じゃないですか、です2階のベランダに持って上がってね。そしてまたほら冬は日照時間が短いんでちょっと取り込むのが遅くなったらねポカポカにしようと思って干したのに逆に冷たくなることあるでしょ。でひょっとしてこれ湿ってんじゃないのみたいな、はい、気持ちになるよね。ありますでしょ、うんうんうん、だからなんです。もう皆さんこれからはお布団は干すんじゃなくて家の中で乾かしてください、うん、はい、それがこの布団乾燥機があったら簡単にできちゃうんです、はい、しかも今回は進化版カラリエクイックツインノズルと名前がついてまして、ほうほう、なんとホースが2本ついてるタイプなんですよ、うん、そうだからよりお布団の隅々まで乾かせるようになったタイプなんですね、はいはい、だからねもうこれで皆さん一回お布団ねリセットしましょう、うん、というのは、うん、この布団乾燥機にはダニ退治モードっていうのが入ってますんで、はい、これ使っていただくともう65度の温風で70分間ブワーッともうお布団の隅々までカラッカラにします、うん、はい、つまりダニというのはですね湿気がある場所が好きなんですよ、うんうん、ね、人の汗が染み込んだお布団が大好きなんですよ、はい、その汗を一回リセットすることができますんで、うん、ダニが住みにくい嫌がる環境にすることができちゃうということなんですね。ほいほい、だって天日干しだけじゃそれできないんですよ、うん、だって天日干しするとダニはお日様が当たってない方に逃げるだけなんです、はい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 、布団の中に隠れ場があるわけなんですよ、はい、ところがこの布団乾燥機だったらお布団全体カラッカラにしますからもうダニが出ていくしかなくなるわけなんですよ、うんうんうん、ね、だから一回リセットするためにも布団乾燥機は必需品なんですよ、はい、しかもまだお布団の方はたまにね干せたりするからいいんですけど、うん、ベッドの方ベッドのマットレス、うん、買ってから一回でも干したことあります？ないです。ないです。ないでしょ、はい、だいたいもう干すっていうイメージないでしょ。ないね。そのままねもう15年20年使ってるっていう方いらっしゃると思うんですよ、うん、その中はダニパラダイスになってる可能性があります。まあまあ覚悟してますけどね。確かに。でもあれはそう言われてみたら、そうですよ。いやすごいよね。中にはダニがうじゃうじゃいる可能性があるわけですよ、うんうん、ね。ところがこの布団乾燥機を使っていただくと、そこさえも一回リセットすることができるわけなんです、うん、だからより強力なこのツインノズルタイプで特にベッドの方は徹底的にダニ対策をなさってくださいと、はい、今日はこういうご提案なんですよね、ほうほう。しかもですねこれはあのお布団を乾かすとかねダニ退治だけじゃなくて単に温めっていうことだけでも使えるんです、うん、特にこれからだんだん寒くなってくるとねお布団に入った瞬間にひんやりすることありますでしょ、はい、ね、そうするとほら眠たいと思ってお布団に入ったのに、うん、逆に目が冴えちゃうんですよ。そうなったら何もなりませんから、これお布団に入る前にですね歯磨きしている間に5分で結構です、5分間の温めモードを使ってください、はい、そしたらポッカポカになります、うんうんうん、掛け布団と敷布団同時にポカポカ、はい、しかもこれツインノズルなんでご家族2人分を同時にポカポカにすることができるんですよ、うんうん、ね、そしたらですねもうご家族4人だったら4人をだから10分もあれば全員分をポカポカにすることができちゃうわけなんです、はい、いいでしょう。いい。だから冬の寝入りがさらに気持ちよくできるという本当に優れものの商品なんですよね。もうさ、ええ、そう寝る前にこれでね、はい、うん、布団温めてるじゃん、はいはいはい、ただ入った時に笑う自分がもう見えるなんか幸せってこうちょっとニコニコする自分の絵が想像できるよね。そうですよ。特にねほら芸北のあたりにねお住まいの皆様ですよ、はいはい、もう冬場はいつも湯たんぽ使ってるっていう方ね結構いらっしゃると思うんですよ、うん、そうしないとなかなか寝つけないじゃないですか、はいはい、ね、ところがこれでお布団一回ポカポカにしていただいたらまあ寝つきからもうパラダイスですよ、うん、毎晩お布団に入るのが楽しみになっちゃうわけなんですよね、はい、ただですね、うん、このツインノズルタイプって普通の布団乾燥機に比べて高いんですよ、ほう、ね、ジャパネットでいくらでご紹介してるかと言いますと、うん、お値段税込み13,980円。なるほど、うん、ジャパネットはこれでも十分安い方なんですよ。ほう、はい、ところがですねさあ皆さんこのツインノズルタイプ今回売り尽くしのキャンペーンがスタートしております、はい、お値段変わります。なんとここから今なら4000円引きを適用して9980円なんです。すごい安い。安いでしょ。すごい。普通の布団乾燥機よりも安いんですよ、うんうんうん、ツインノズルなのに、はいはい、ね、
これ実はもうモデルチェンジも近いので、うん、今回倉庫にある分を全部売り尽くそうということで、うん、価格を変えました。俺さ、昔俺ん家あったさ、布団乾燥機、はいはい、布団と同じサイズの、うん、なんか布状の袋みたいなの出して風船みたいなやつね、そう、うん、あれをなんかずっと使ってたけど、今便利になってんだよ ね、 ね、今の布団乾燥機はね、ホースをお布団に突っ込むだけで OK なんですよ、はいはい、そうで、これでツインノズルだからお布団隅々までもくまなく乾かすことができますからね、うんうん、だから布団乾燥機の概念がもう昔の方変わってますよってことよね。全然違うんですよね、うんうん、もう準備も簡単だし後始末も簡単、はい、そしてちっちゃいから置き場所にも困らないわけなんですよね、うん、進化した布団乾燥機、しかもツインノズルタイプが1万切るんです、はい、9980円。ただし倉庫にある分がなくなっちゃったらもう終了ということになりますんで、はい、できるだけお早めにフリーダイヤル0120-441-555番、0120-441-555番でお電話お待ちしております。ばあちゃん、これ使わないときにどっか置いとくのに、うん、スペースどのくらいあればいい？スペースはですね、だいたいですね、まあ、なんでしょうね、筆箱のほら昔大きいやつありましたよね、四角いあれぐらいのスペースです。あれが縦長になってる、あれが縦長になってるってイメージですね。あ、そのぐらいなのね。ものすごくコンパクトですね。めっちゃコンパクトなんですよ。あ、そう、なんかドーンとあるわけじゃないんだね。全然ないんです、はい、もう本当に小スペースで置いていただけます。わかりました、皆さん、この布団乾燥機が13,980円、はい、が9,980円ですよ。そう、1万切っちゃいます、そうですね、今から使えるものですか、ね、いやー、こう考えただけでも自分がニコニコしてる今買ってたらポカポカぬくぬくですよ。そうね、いやいや、もし夫婦生活が冷たいという方がいらっしゃったらぜひ布団だけでも暖かく寝ていただければと思います、はい、じゃあ今週もよろしくお願いします。ありがとうございます。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日も馬場さんでした。ジャパネット、夢のジャパネット高田。御前様会議その2。今週は俺たちメガネ族でお送りしています。はい、ラジオネームひろきちさんからは、うちの息子は10歳はうちの息子10歳は一昨年メガネデビューをしました。すでに体の一部でちょっと寂しいんですが、扱い方が一向に上手になりません、うん、指紋がついていても気にならないので拭かない。遊んでたら必ず落としてフレームが壊れたりレンズに傷が入ったりしています。すで、うん、に2年でレンズ交換フレーム交換は7度目となりました、はい、この日曜日には息子のサッカー大会の時で休憩の時に自分で踏んづけてしまって、うん、夜レンズ交換をしに行きました、はい、もうちょっとうまく扱ってほしいです。そうね、まあ、ただ俺子供の頃にメガネをかけたっていうことがないから、あ、大人になってほら老眼鏡、はい、で初めてメガネが本当に必要になったから、うん、子供の時メガネしてて、はい、普段は外してもいいとかいう状況、だったら雑に置く気がするよね。雑に使っちゃいますよね。かけっぱなしじゃないってことでしょ、だって。あ、でももうそうですね、体の一部って書いてあるからかけっぱなしなのかもしれないですけど、うん、でもサッカーの時外して座ったりとかしちゃうわけでしょ。あ、そうかそうか、そうですね。ね、それ考えたらつけたり外したりでしょ。はい、でも私も、うん、メガネからコンタクトに入れ替わった瞬間が、はいはい、中学生の時にちゃんとバレー部に入って部活をしようってなった時だったんですよ、うん、だから本格的にスポーツするんだったらコンタクトってなって変えたんですけど、確かにその時ね、レンズつけたまんまとかやってたら、うん、もう雑に扱ってたと思う。俺さ、ほら野球選手が今、うん、昔はデーゲーム、はい、お昼の試合の時はさ、目の下に黒いのをこう塗ったりとかしてたんで、インディアンみたいな。そうですね、うんうん、はい、顔にこう黒いの塗りますみたいな。そうですね、なんか宗教儀式ですかみたいな感じのやってたけど、今サングラスの人が多いじゃない。はい、だからサングラスの縁とかで、その菊池選手とかもたまに打つけどさ、はい、サングラスしたらバッターボックス入ってるとかするけど、はい、あのこう縁、メガネの縁のところが気にならないのかなと思ったりする。境のとこというかさ。いや、絶対気になりそうだな。気になるよね。はい、ただ野球って、うん、多分私経験ないですけど、はい、思っている繊細ですもんね。うん、繊細だよ本当にボールの曲がり方とか、はい、なんか揺れ方とか、うんうん、気になりそうだなと思いますけどね。ほら、うん、ピッチャーとかでもかけたままの人いるじゃん。はい、
ただ気にならないのかなとかって。絶対気になるんじゃないかなと思いますけどね、うんうんうん、その後走ったりもしないといけないから、うん、なんか色が違って見えたりもしますもんね、サングラスだったら、ね、うん、いろんなことが分かんないなとかって思うことがいっぱいある。そうですね、うん、あとプロ野球選手でそれこそほら、うん、ネックレスしてる人がいるじゃん、うんうん、気にならないとか、なんかプラン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 するけどさとか。いや絶対気になりそう。あと昨日かな一昨日かな、はい、プロゴルフ見てたの女子の。おお。だから髪の毛を後ろで束ねてるけど長い子、はい、とかは打つ時とかにこうパランとなったりとかして、それ気にならない髪の毛とか。そうですね、だから一個一個のスポーツに、はい、それはそのプライベートが大事だろうけど、うん、だけど気になるでしょうとかってこっちは思うけど本人は何とも思ってないってことがいっぱいあるよね。はい、だって私まだ初めてニュース読むぐらいの時に、うんうんうん、もう本当めちゃくちゃ緊張するじゃないですか、はいはいはい、その時に横に携帯を置くってことすらもう本当嫌でしたもん、うん、なんかあった時のためにやっぱ持ち込んどいた方がいいかなって思ったけど、うん、パンってなんか画面が明るくなったり、はいはいはい、ちょっとでも動いたりしたら絶対気になってニュース読めないから、うんうん、その時は本当に怖いから電源切ってました一回。あ、でもね普通はスタジオに携帯持ち込まないんだよ。なんか調べ物があったりとか、わからない文字があったりとか思った時、うん、最近さ携帯をみんながそのメモ代わりに使ってたり、そこに原稿がもう書かれてたりとかするから、そうですね、携帯を携帯と思えないとこなんだよね。はい。ちっちゃいパソコンとしてみんな使ってたりするじゃん、もう。そうですね。ね。はい。中継、テレビの中継の時とかも、うん、はい、結構見てる方がね、そうだね、いらっしゃったりしますね。あんなやつのところには土砂降りが降ればいいんだよね。で、一回困ればいいんだよ。うん、だこの間ほら、70周年の時も話してたけど、先輩たちと、はい。俺たちの時は絶対に水性ペンを使うなとか、へ、文章書くときは絶対鉛筆で書けって言われてたのね。 それは雨が降ってもどうなっても大丈夫だからっていうノウハウがあるのよ、はい、今のそこのノウハウが一切ないから、うんうん、その耳にコードがないイヤホン挿してるやつとか、はい、あとそれこそ携帯見て喋ってるやつ見たら、うん、お前それ飛んだらもう何にもねえんだからなとかって、はい、そんなの放送機材で使うのかよって、うん、あ、ここのスタッフは言わないんだなって思ったりはするよね。まあそうですね、うん、あ、そこだけの責任ぐらいしかないんだねとかみたいな気はするよね、うん、古い人間だからね。まあそうですね、電源切れたら終わりってものもありますからね、うんうんうん、あとはですね、はい、夕暮れの三日月さんからは、うん、メガネ族というお話ですが、はい、小学生の時興味本位で父親のメガネをこっそりかけて鏡の前で自分のメガネ姿を見てみようとしました、うん、が父のメガネは度がきつくって視界もぼやけて見えて少し気持ちが悪くなったので、鏡でメガネ姿を見ることもできず、うんうん、すぐに外してしまったということがありました、うん、でその晩このことを父親に話してみたところ、父のメガネは、近視のメガネではなく老眼鏡だと教えられて、うん、子供がかけるとすぐに目が悪くなるからかけたらいけんよと注意されました、うんうん、そうメガネをかけた顔を見たいからメガネをかけてみると、はい、ピントが合わなくなるから顔がよく分からなくなるってちょっと分かる。あ、そうですか、うん、もう私はメガネを買いに行くときに、うん、あのメガネをコンタクトなしで、はいはいはい、メガネをかけて裸眼で、そう、裸眼で、うん、メガネを自分でかけてみたら全く顔が見えなくって、うん、メガネが選べないってことがまだメガネしか使ってないときありました。メガネは、はい、もうほぼ本人しか分かんないぐらいの変化だけどすごい悩むよって。悩みます。もうこれとこれほとんど一緒なんだけど、いやでもちょっともう一回かけて、はい、いやこっちかけて、こっちかけて、こっちかけて、もう何がいいか分かんなくなったぐらい、すごい似てるけどちょっと違うじゃん。はい。で、本人だけのこだわりだから、そうですね、周りは全然そんなこだわったと思ってないじゃん。はい。でもなんとなくこれで印象が変わるんじゃないかなとか思っちゃいますもんね。悩むよね。すごい悩む。悩ちょっと長細い方がいいのか、うんうん、ちょっと丸い方がいいのか、うん、縁があるのかないのかとか、はい、めちゃくちゃ考えます。今はさ、ほら、安いメガネ屋さんって増えてきたじゃない。昔メガネって高級品だったのね。あ、5万も6万もしてたから、はい、だからやっぱ選ぶのはもっと今よりも大変だっただろうし、そうですよね。あと俺親父が死んだ時に、はい、その形見として親父が使ってた万年筆とかもらったの、うん、で時計があったのね。はい、それは姉ちゃんが持ってったのね。で、なんかねえかなとかって思って、あ、そうだ、親父が使ってた老眼鏡があるから、うん、あの人も下に度が入ってて上はこう裸眼みたいな、はい、レンズに度が入ってないっていうのをかけてたから、うん、あれとかってひょっとして使えんのかなとかって思って、
で母親に「お父さんの老眼鏡どこやった?」とかっつって、はい「どうかこの辺にしまっちゃうよ」っつって。で、あら、当たったとかって、うん。これやかね、あ、ほんとやね、懐かしいねとかってかけたら、重ったと思って。あ、そっか。昔のメガネ、重たいの。そうなんですね。鼻が取れるぐらい重たいもん。なんか、貴金属って感じですよね。すごかった。ああ、確かに。だから今のメガネは軽いんだよ。軽いし、丈夫だし、うんうんうん、どこまで曲がるんや、みたいなぐらいしなりがね、効、ね、くものもありますよね。すごいよ。確かにそう考えたらメガネも進化してますよね。進化してるよね、うん、あとアンキもポンちゃん、はい、私は自宅ではメガネ、外出するときにはコンタクトっていう日が多いです、はい、たまにコンタクトをしているのにうっかりメガネのフレームの位置を直す仕草をしてしまい、わかる。あ、今日はコンタクトだったと恥ずかしがりながら一人突っ込みます、はいはい、俺もメガネしてないのに、うん、その原稿読もうと思ったらピンが合わないから、はい、眼鏡してないのに眼鏡のフレームを持って上にこう上げようとする仕草をする瞬間があるんだよ。私も何回かある。で、それは恥ずかしいからちょっとこめかみを書いたりとかしてちょっとわかる。なんかまだ眼鏡が乗ってるような感覚が残っちゃうんですよね。あとさ、はい、家でももうマスク取ったのにまだここにマスクがあるような なんかこうま、マスクついてないかって思う時あるよね。はい、あります。あるよね、うん、マスクと時計と眼鏡と、うん、感覚が残っちゃう。なんかね、はい、あとは毎日晩酌、うん、私の眼鏡生活は中学校1年生から禁止で始まりました、はい、で最初はセルロイドの黒縁の眼鏡でしたが、うん、高校生になる時に腕時計と一緒に銀縁の眼鏡を買ってもらいました、はあ、なんだか大人になったなって気がしました、はあ、黒縁から銀縁に変えた瞬間に、はい、大人になったな俺。わかる。そうですね、うん、なんかあの縁がないレンズだけの眼鏡があるじゃん、はい、あれしてるとインテルで見える気がするよね。そうですね、縁がないメガネは大人のメガネっていう感じでした、うんね、はい、わかります、ね、いやいや、そうだね、メガネ生活がこう変わった瞬間に気持ちが自分がグッと乗るとか、はい、いろんなことあるだろうね。そうですね、人相が変わるからね、顔がね変わりますね、うん、縁でね。今週は俺たちメガネ族でお便りお待ちしています。午前様様商品開発部。番組からヒット商品を生み出していこうというコーナーです。リスナーの皆さんにゴーストライターになっていただいて名曲の歌詞の一部を面白く変えてもらうというネタコーナー、名曲ゴーストライターです。ということで今週は1988年のヒット曲爆風スランプのランナーの替え歌を考えてくださいということですけども、はい、今日もバカバカしいネタの数々が届いていますので、じゃんじゃん紹介していきましょう。はい、ラジオネームへさかのプリンセス。雨を避けたのかあるで君は少しうつむいて、もう家を出るときお母さんがもう帰りも雨が降るから傘持って行きなさいって言ったんだけどな。降ってなかったんですね。うん、そうだね。あ、そうか。後悔するよね。ですね。言うこと聞いとけばよかった、お母さんの。荷物が増えたなって。うん。商売足どうた。雨を避けたのかあるで、君は少しうつむいて。なんかさ、寝る前に、うん、キャベツ太郎食べたらちょっとなんか胃がもたれた。小山さんじゃないですかそれ。そう、胃がもたれるんだよね。ついつい食べ過ぎちゃうんですね。そう、寝てても胃が動いてるから休んでないんだよね。確かに確かに、ね、そういうことですね。大輔。雨を避けたのかあるで君は少しうつむいて。あれさ、ホルモンってさ、どのタイミングで飲み込むんかね。確かに。とりあえず一旦油を全部吸い取って飲み込んで繊維だけになってから私は飲み込みます。
カラッカラになってから飲み込みます。私はそうだね、はい。どこって言っちゃう。確かに。もうそれとあとこれ焼けとるっていうのが。ああそうですね。分からんのよね。分からないです。どのタイミング。焼きすぎてもダメです。食うタイミング分かんないんだよね。三三三時。雨を避けたのか。今ね目開けちゃダメよ、目開けちゃダメよ。あそこほらほら、あの先にさ猿がおるよね。あれね、目合わせたらね襲ってくるけん絶対目を開けちゃいけんよ。そうなんだよね、はい。これでも小学生の時とか本当に猿が出ましたって全校放送で館内放送であって、うんうんうん、で目を合わせちゃいけませんよって先生に言われて下校してました、はい。だから全員縁紙を見なかったんじゃない。や、私猿私のこと私猿だったって蛇使い座。雨を避けたのかある夢で君は少しうつむいて。昨日さゾンビに噛まれたんじゃけどなんか調子が悪いよね。檻に入ってきますか。もうなる前だよお前。本当そうですよ、ね、お前もゾンビ側だよ。アキクのショート。雨を避けたのかある夢で君は少しうつむいて。あれさ、ハンコ売り場に行くと、うん、買う気もないのに自分の名前探すよね。確かにあるかな。はい、探しちゃいます。見るよね。あったら嬉しいですよね。小さな幸せ。俺横山だから、はい、基本的にはあるんだよ。うん。縁紙とかない時あるじゃないの。そうなんですよ。私でもだから本当に100均とかで売ってるけど、はい、見つけたことなくって、うん、だから結構老舗の文房具屋さんとかで見つけた時にめちゃくちゃ嬉しいです。むしろ買おうかなって必要ないけど思っちゃう。探すよね。探す。買う気ないのね。はい、麦ちゃん。さ、ここ来る途中にさうんこ踏んでさ、帰りにも同じ場所でまたうんこ踏んだんだよね。なんでや。まあ、なんで避けなさいよ。なんでや。なんでやほんまに。ね、どれ行こうかな。とんでもジョッキ。雨を避けたのかある夢で君は少しうつむいて。さあさあさあ、うん、ねえ、ピザってピザって10回言ってみて。ちょっとピザ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 。じゃあここは肘。君は膝。これは引っかかりませんよ。でも絶対聞かんねえかなと思ったけど口をついて言うときはい、ありますね。いろんな種類がありますからね。引っかかっちゃうときある。宮島じか。一円玉が落ちとるって言って慌てて拾うと、その動作で消費するエネルギーがね、一円よりもかかるから拾わない方がいいんだよね。哲学的。嫌なやつだな。アキクのショートライナー。ファスナーが全部開いとったわ。シンプル。すごいシンプル。偉い。自分でちゃんと言って締めるの偉い。50歩100歩。雨を避けたのかある夢で君は少しうつむいて。もう音藤さんはさ、今日は晴れだって言ってたよね。これすごい思うよね。しょうがないですよ、うん、あいつらだってね靴でやってるからね。いや違う違う、明日天気な。違います、ちゃんと天気図見て。じゃあこれ最後、はい。北枕のワニ。雨を避けたのかある夢で君は少しうつむいて。それではご注文の確認をさせていただきます。あんパンを一つ、そして肉まんを一つ、からしは二つですね。あとこちらマウンテンデュー、間違いはございませんか。、はい、マウンテンデュー。
って言いたかっただけで俺実は、はい、これを一番今日笑ってたんだよ。あ、そうなんですか。ずっとはい、アンパンと肉まんとからしとマウンテンデュー。マウンテンデューかーと。マウンテンデュー、うん、っていう飲み物があったの。はあ。セブンアップとかみたいな。あ、なるほどなるほど。なんか外国でドクターペッパーとか、へー、なんかああいう外国の、はいはい、マウンテンデューとか。いい響きですね。いいな、マウンテンデューと。一遍で覚えるな、マウンテンデュー。さあということで、はい、来週も引き続き爆風スランプのランナーがテーマです。締め切りは来週の番組スタートまで。皆さんからのネタお待ちしています。ではここで一曲です。今週は午前様会議のテーマが俺たちメガネ族ということで、メガネやサングラスが印象的なアーティストの曲をお送りしています。はい、今日はこの曲しかないでしょう。あ、頭からかかる。はい、名曲ゴーストライターのテーマにしています。いつもサングラスをかけているサンプラザ中野くんがボーカルを務める爆風スランプのヒット曲です。爆風スランプでランナー。いい曲だな。そうですね、元気になる。うん、走りたくなりますね、うん、ということでお送りしたのは爆風スランプでランナーでした。ではエンディングです、はい、今日は俺たちメガネ族で私淵上から問題を出しました。私はいつもコンタクトなので、うん、家に帰ったらメガネをかけるんですけど、はい、その時メガネをなくしたら探す時にいつも思うことがあります、うん、一体何でしょうかというのが問題で、はい、お笑いコンビ横山やすしさんの、うん、メガネメガネのネタ、うん、今山本康さんって言うのだったし横山康さんですか。そうです、はい、横山姓は昔からお笑いの姓なんですよ。横山ホットブラザーズとかも含めて、あ、うん、あ、そうなんですね。そうそうそう、多いんですね。多いんです、多いんです。横山康さん、うん、メガネメガネがずっと頭の中でこだまするでした、はい、では丸宮食品からのりたま、釜飯の素、麻婆豆腐の素をはじめとした商品7点詰め合わせをラジオネーム鷹の指さん、カッシーさん、ミッキーさんにプレゼント、はい、さらに日本行動の気分に合わせて選べる4つの香りのお香ルーミークリーン&リラックスをラジオネームみやちゃんさんにプレゼントします。はい、それぞれおめでとうございます。おめでとうございます。ラジオカーでレンコンの中継を林さんがしてくれましたが、反響が来てまして、うん、ピープルの神さんからは、レンコンいいですね、あり毎年ラジオカー中継に出てくださる大谷さんですね、ありがたいです、うん、スライスして甘酢につけてマヨネーズであえてサラダにしたいですね。福山ぞっこんラブさんからも、うん、ラジオカー中継のレンコン、はい、レンコンのステーキ気になりました、うん、ちょうど冷蔵庫にレンコンがあっておすすめは何かというのが気になりました、はい、レンコンのステーキ食べ応えありそうですね。やってみたいと思います。うん、うん、ね、子供の頃はレンコン苦手だったけど大人になってからがぜんうまくなったよね。本当大好きです。本当うまいよね、あの歯応えといい、しっとり感ねっとり感みたいなのね。わ、はい、かります。あとはデーブリンカーさん、うん、ばあちゃんは電気毛布を使い始めましたとか、ナマコの嫁からは息子が専門学校合格しましたとか、三好の熱心冬支度こたつ出しましたとか、はい、毛深く犬も寒そうですとか、三つまま町自慢ラジオプチ旅行気分でしたとか、はい、そうだそうだ、あとは高ブランカゴーヤの撤去しましたとかね、うん、今晩は爆笑問題